ナナちゃんの癒やさの顔トップが、うん、眠いトップが、うん、危ないよあんた。気持ち悪い。まあその前から酔っ払ってたからね、ベロンベロン。私が来る前からもう1200人来てんだけど、1200人うんこついてるよ、ナナちゃん。誰なんでうんこついてんの。うんこじゃないよ。何それ、うんこじゃない。何うんこって。うんこじゃないよ、全然。はい、トップがどこ。はい、ほら、ゼロマン配信。なあ、ゼロマンくんの夢見ちゃった。どんな夢見たの。エッチな夢。あらららら、うん、よかった。え、まだよかった。まだ気持ちよかった。トップがやってる。ガンガンやられちゃった。やってる。あ、でもふわっちじゃないんだよ、一瞬で終わるんです。あ、そっか。一瞬だよ、一瞬。よいしょ。ごめん、ごめんね。もううるさい、もう。ナナちゃんのじゃ貸して、三脚のしっかりしてる。何を三脚。もうやめな、もう放送。こっち何ねえ。こっちにある。不安主だっているんだ。面白いね、このメンツね。やめなよ。絶対。こっちめっちゃ怖がってたんだよ。もう放送やめな、今。ナナちゃんの枠、映るだけありがたいと思いな。高画質すぎてびっくりだよね。ねえ、アイコ。これどうやんの、ナナちゃん。だから邪魔するなっつーの、今寝起きなんだから。カチッってできないんだよ。なに、ふわっち。うん、あ、ふわっちだったら別にいいんだな。そこでやるの。ありがとう。ちょっと待って、ハエザラ持ってくるの。ハエザラ、うん、ハエザラ、うん、ハエザラあったの。ここある、あれないね。だからこれしよう。アイコがマグカップ使ってる。だって、ナナちゃんがいいって言ってたから。あ、でもそっちの方がいいね。うん、使うんだったら、ほんと、うん、そうよ、やっぱそれはダメだよ。ハエザラあんだけどね。いつもハエザラね、ナナちゃん。どこ行っちゃったんだ。なんでないの。ハエザラもないの、ナナちゃん。だって、いつも。ん、これ、美味しそうだね。何が。麻婆辛いの、これ。これ本当は今日食べるよってなって。でも、今日はやめな。なんで。え、二日酔いだから。夜食べな。二日酔いだから。出勤前に食べな。好きな悪用にやらせろよ。あーでもない。いいよいいよ。お母さんみたいで いいじゃん。すごいんだよ。広角貸して、ナナちゃん。すごくないよ、すごくない。もう俺の使いなよ、じゃあ。じゃあさっさと貸せやねえ。何よ、イライラするわ。あたちがあったかもよ、イライラするわ。これね、おお、いいね。枠始まったから、奈々ちゃんに喋らせろって。じゃあいいよいいよ、このままの感じ。まず、ことの状況を。おはようございます。ことの状況説明しないとダメだろ。いや、もう知ってるし。いや、知らない人いるから、奈々ちゃんね。ことの状況って何なんだろう。奈々ちゃん、説明したい。ああ、でもね、言われた。なんで。だから、それ奈々ちゃんに説明してもらうって。なんだっけ、なんだ、私もよく覚えてないの。じゃあ、まず最初に奈々ちゃんから着信があって、うん、9時半頃かな。リスナーさんとね。で、奈々ちゃんから、もしもし、って、愛子ちゃんって言って、ね、雅で気になったから、今から来れるって言われて、いいよって言って、じゃあタクシーで行くねって、ま、で、奈々ちゃんに言われて、それで行ったの。うん、そしたら奈々ちゃんのリスナーさんが来てて、あ、生の愛子さんだって言ってね、楽しく飲んでたんでね。飲んでたんね。12時まで。そう。そんで、この後どうするって言ってたんだよね。そしたらさ、ほら、ゼロワンが、ゼロワンが、ブーちゃんと、じゃあ、それなんでゼロワン来たのんだっけ。私は、私に、10回ぐらい、本当にクルちゃんと別れたのってすごい聞かれて、だから、でもまた台本かもしれないよって言って、もう15回別れたって言ってるからって言って、そうでさ、ナナちゃんがさ、説明が下手すぎてさ、ナナちゃんがゼロワンの枠見たらブーちゃんと一緒にいるから、うん、あの二人って付き合ってるのとか言って、知らないとか言って言ったら言って、ナナちゃんがゼロワンに電話して、うん、ね、こっちに来なよって言って呼んだんだよ。そうだっけ。で、最初歌舞伎行こっかって。あ、そうだそうだ、歌舞伎行こうとしてたんだ。そう、歌舞伎行こうとしてたの。
そうだ、そう、その流れなのね。でも歌舞伎行くんだったらこっちに呼んでもらった方がよくない、自分の車だしって言ってて。でもゼロワンは邪魔かも、俺がピンと合っちゃってる。あ、ほんといいよ、もっとこっちやってる。うん、それで言ってたので、でもゼロワンは12時過ぎないと8時間お酒飲んでから8時間経たないから12時過ぎじゃないとね、行かれないって言ったから、じゃあうちらそれまでカラオケしようって言って。あ、ほらカラオケボックス行ったね、2人。あそこでね、そう、それでカラオケ行ったの。それでゼロワンが12時過ぎてブーちゃんと別れて、久しぶりに ねラーメン食べて、ブーちゃんとラーメン食べて、それで12時半過ぎぐらいにカラオケに来たのね。そういう流れ。楽しかったね、カラオケ、ね、楽しかったね。うん、あの店長24には見えなかったねもうゼロワンくん監視中でごらん、なんか偉そうにね偉そうに、それやめなさい、ね、うん、偉そうにじゃないか、うん、おとなしく、おとなしくなんてんねんもんね。ね、5000人の前だからね。怖いんだもんな。5000人の前で。5000人もいないよね。まあいいじゃん。でもほら4946人だもん。約5000人だよ。ナナちゃんストロー捨てといたからね。口紅すごかったから。なんで勝手に捨てんの、あれ。汚いよ。なのに。ストローさ、口紅べったりさ、すごかったからさ、捨てたいわよ。あれ今日も使う予定なの。やめなさいよ、ストローは汚いね、衛生的に。みんな。みんなに言われてるじゃないのよ、ストロー変えたって言って毎日。ストロー口紅べったりなんだからやめなさいよ。お母さんみたいなんだよ。だってみんな切ってるピンクの口紅べったりついてるさ、ストローで今日さ飲もうとしてんだよ。どう思う？もう汚いよ、汚すぎ、もう床も汚すぎ、キッチン掃除するからね、後でね、ゼロ。あなたのお家も汚いし。私の部屋も汚いけど、こんないいマンションに住んでんだから。これ全部掃除するからね、二人で。で、掃除機かけるから。やだ、つぶの掃除マン。掃除額するとお礼だよ、今日。いいよ。今日止めてくれたお礼。いいよね。いや、するよ。するよ。しなくていいよ。なんかさ、人形のように固まってるんだけど、ゼロワン。ねえ、ゼロワンくんね。おとなしいね、キャスが始まったからね。ほら、ほら、5000人行ったよ。行くよ、もう。いや、もう人んちの自分でやるよ。いや、できない。なんか喉乾いてないの？ああ、うちらもう。買ってきた。あ、買ってきたのね。うん、じゃあ。足は水で大丈夫。あ、これでしょ、浄水器。あ、それは、そうそうそう。汚い浄水器、広いんだけど、ちょっと、もう、ゆすぎなさい。洗いなさいよ、もう。衛生的に、ほんと汚いんだから、もう汚すぎ。私、もうトイレも掃除するからね、うんこついてるから。もう、うんこついてんだから、奈々ちゃんの便器に。ほんとに、私、びっくりしたわ。うんこがすごいついてんだよ、便器に。電気の中にうんこが。うるさいなが、もう朝からもうずっと喋ってんじゃん、もうちょっと寝起きなんだけど、おじさん。ごめんね、寝起き。水道水？水道水。あれ、洗いな、ほんと黄色かったじゃん。大丈夫だよ。大丈夫じゃないよ。汚いよ。大丈夫、大丈夫。浄水器のさ、入れ物あるじゃない、あのでっかいやつ。あれがもう黄色い水が浮いてんの。やばくない、みんな。なんだろう、あの黄色。黄色何？おしっこみたいな黄色、ね。これ入れたんじゃないの？入れてないわよ。仕込みな。入れてないわよ、そんなの。入れてないの？ここだけさ、一本さ、それてないんだけど。いや、もう。ね、ちょっと寝た方がいいんじゃん。もうモンスター飲んだから元気よ。一モンスターだけ。モンスターだね。パリっちゃってるの。あ、お茶爆なんだっけ。なんだっけ、最近。今、なんだっけ。蜂蜜。え、蜂蜜なの、うん、あれがいいよ。なんだっけ、掛け声。何あの、ハッチと一緒にやる。ザックザック、ね。そう、ザックザク。ザックザク。ザックザク。お茶爆投げてやんな。あ、いや、コインでも。いらないよ。まあ、コイン60個いっぱいあるね。はい、お茶爆。あー、来たよ。結構レアだね、この3人、ね。ザックザク、ザックザク、ありがとうございます。ザックザク。おー、ザックザク、お茶爆100、ザックザク、あれ見えない。あ、お茶爆100、ザックザク、面白いね、こうやって見るとね。うん、面白い。面白い。はい、みんなお茶爆投げてね。コインでもね、どんどん投げて。はい、ポイント上げて、ポイント。ふわっちじゃない。上げちゃって、ポイント上げちゃって、ナナちゃんのポイント上げちゃって。誰が家にいたの？お茶とコイン投げちゃって、無料だから投げちゃって、無料だから投げちゃって。いいよ、言わなくて。あー、
おじゃばく100、ザックザック、名前見えないけど、ごめんなさい、名前わかんないけど。すごい、今、いつでも投げられるんだよね。あ、うち嬉しいんだね、うちこれ。うん、嬉しい、もう止まれたのが。またチューするの、うん、またチューする、うん、あ、いいよ。うん。うん。おじゃばくナイスみんな投げて、投げちゃって、投げちゃって、そういう中になったらさ、投げちゃって、投げちゃって、お茶バーク、コイン、投げちゃって、投げちゃって、できればね、コイン、優先賞だよね、コイン。なんかお腹空いたね。あー、ゼロワンが食べちゃった、全部グラタンと。え、食べたの朝ごはん？うん、私が昨日買ったやつ。うん。じゃあさ、出前館で頼めば、ナナちゃん。それとも、あやこちゃん手作りとかね。あ、なんか作ろっか。でも材料がないな、うちね。ちょっと待って。じゃあ冷蔵庫の中身をチェックしようか。でもいや本当に何もないよ。結構こういうのあほらあるじゃん。チェックしてきて、ね。あれゴミ？うん。しっかりして。だってさ奈々ちゃんとさいつもさいつもさ飲みすぎでめっちゃ怖い。うるせえ。ないじゃれ合いしろじゃれ合い。チンコもうちょっとやめろ。ダメだダメだどっちもダメだよこれ。やめろっつーのどっちもダメだよチンコやめろっつってもうちょっとチンコが見えるチンコが見えやめろっつってんのじゃあほんとやめてじゃあチェックするよ奈々ちゃんうわうんあ、ペペロンチーノこれペペロンチーノあ、パおパスタはあるよあ、パスタあるけど、あれはないよ具はない、ニンニクは具はないかなあるじゃない、いっぱい、納豆だっていや、納豆はあるけどナナちゃん飲みたいビールビール飲みたいいいよ、いいよ飲ましたらいいよどうつまみでハムとベーコンつまみ2000お前さ、料理するんじゃなくてあ、ピーナッツとかあるピーナッツとか自分のつまみはさってどうすんだよお酒を飲みたいの？あれピーナッツあるやこだ。ご飯作るんじゃないの？あるじゃない食材。ねないかな。だなやっぱ何これ？あこれあ。それ？あそれご飯ご飯。ここでまさにチンして。ねえ。あでもそれ飽きたんだよね。ねえちょっとみんな見て。もう。何それ？お肉ね、お肉さ、丸出しで、丸出しなんだけど、これ、冷蔵庫、これ、見てよ、これ、サランラップね、さ、普通かけるでしょ。もう、色、ダメだよ、それ。ダメだ、これ、もう捨てなよ、もう。そこに捨てるなよ。そこじゃなくて、あっちに捨てて、あっち生、早いこと汚さない。もうじゃないよ、奈々ちゃん。これ、食べれるじゃん、これ。これしたら今日だからそれ出せないでそこにしまっといてとりあえず食べ物いっぱいあるじゃないとりあえずちょっとまったりしようよこっち、うん、あーこ姉さんまあペペロンチーノでも作れるけどねえとりあえずはいよいしょあ別に売名じゃないけどなんでぜいぜい言ってんのふわっちの売名売名だろジェイジェイ売名じゃないの私ふわっちで知名度あるけど知名度ねえわあるわ、まあ、お前うちで売名はないのよ、ね、別に売名いらないよ別に別にキャスやらないし、ね、キャスやらないし知り合ってなうんコメントキャスはコメントしかしないしピーナッツ合うわよお姉さんバターピーナッツ歯がこっち痛くて痛いの治療中なの終わったんだけど誕生日にねあの、ホワイトニングやるから、その時に治療してもらおうと思って。あ、そう。うん。あやこちゃん面白いよね。もうゼロワン君がかすんじゃうよね。うん、面白すぎて。二人帰らしてて何よ。いいじゃんね、たまにはね。なかなかないよ、朝から。この三人集まるの珍しいんじゃない初めてだっけ初めてだよ。だって、私が奈々ちゃん家だって女は基本止めないじゃん。あ、そうだね。うん。あこちゃん上で寝たの一緒に寝てたよ。奈々ちゃんここで。足引きうるさかった。すごかった。もうここまで聞こえたもん。ほんとだから相当疲れてる。うん、ゴー。ゼロワン君寝てないんじゃないのうん、寝なかった。
寝れなかった。かわいそうに。でも途中から下でいたんだよ、ゼロワン。何を？下にいたんだよ。うん。で、であ、私がトイレ行ったら、したらなんか携帯見てた。だから、うん、私が配信つけたから潜ってたね。そういうこと？うん。よいしょ。あ、なんか膝をノーローの手術さしたよ。したよ、7、8年前によく言われるんだけど、思想脳炉すごい、大掛かりな手術したよ、思想脳炉。うん、画質悪くない？画質全然綺麗だよ、広角で。おいしょ。止まるのしょうがないでしょ。飲んでた、私だって、私が来る前に相当酔ってんの。あのワンピマジで可愛いわ、めちゃくちゃ可愛いっしょ、あれ、リボンのやつ。うん、おリボンのあれ、すんごい可愛い。あれ、リスナーさんがもらったんだよね。聞いて、私ね、ナナちゃんのね、去年の11月のプレゼントね、お皿じゃなかったっけ？それは一昨年。私が、でもたまに配信でさ、使ってくれるじゃん。そうすると、アイコがからもらったお皿とか、なんかコメントから。あ、猫ちゃんのやつでしょ。うん。でね、今日ね、みんな、ナナちゃんに、ね、プレゼント持ってきたんだけど、うん、ナナちゃん、お店に置いてきたの、みやびにせっかく持ってきたの。なんかいっぱい持ってきてたよね。それでプレゼント、開封枠今日やるつもりだったの。私明日早くしなきゃ、奈々ちゃんの会。どこにも、私持って帰ってないんだよ。ないよ、みやびに置いてきたんだ。置いてきたわけ。うん、カウンターにちゃんと置いといたのに。もうなんかこれピントがあっちゃうもん。あー、ごめんね、あ、ごめんね、志村けんがコロナらしいって。コロナ今芸能人が変わったってこと。ケビン・コスナーもそうじゃん。ああ、そうだね。志村けんやばいね。やばいね、あの年だと、ね。うん、だっていくつなんて、あの人、うん、もう60過ぎてるよ。だよね。だから蜂蜜ザックザック。だからやっぱりコロナ感染しても死んじゃう人は高齢だって、まあ、若い人も多いけど、うん、ほぼ高齢だって。そうだよね。うん、あいこちゃんもやばいね、高齢だから。まだ大丈夫よ。高齢っていうのは70以上のことよ。60代、70代。やばいよ、あんこちゃんも。さあ、今年の誕生日は何かな、ナナちゃん。何急に。甘毛布じゃないの欲しいけど、買う暇ないもんね。行かないもんね、買い物。いや、いいよ。ヨギママみたいなこと言わないね。ヨギママもなんか。画質いいね。後ろゼロワンさ、ぼやけてね。ちょうどいいぐらいに。ちょうどいいね。そうね、はっきり映すの。寝かしてあげとんね。上で寝ないよ、浩平。え、いいんだよ。そのうちゴーって寝るから。ねえ。ほんのり映ってんのがいいんでしょ。うん、またいいね。さすが高画質。大手だわ、さすが。あいこちゃん、元気だね。1時間しか寝てないでしょ。うん、どんだけ元気だなあ。いや、嬉しいから一緒にいるだけで。私じゃなくてね。ゼロワンくんそんな好きなの？うん。一番好き。配信者の。ね、配信者の。男配信者の、ね、一番好き。やっぱり好き。私、ゼロワンくんに襲われる夢を見たんだけど。でも、ヒカルが離婚したらヒカルがいいけど。3番目、ヒカルくん。ヒカルくんの方がいいじゃん。うん、の方がいいじゃんって。でも、まだ離婚してないから、あいつ離婚したいんだって。でも、嫁がヒカルから金取れないから、離婚したくないって言ってんだって。それ本当なの？本当だよ。うん。ヒカルから聞いたもん、配信中に。で、最近、私がご馳走してるから、ヒカル寄ってくるよ。あいつ金ないんだけどって。いいよ、じゃあ、2時間だけ。お金あるしないないんだから。そう。でも本当にない時は頼むって言うの。あいこマジで。人口がなんかやってんじゃなってんの。やってないやってない。ね？でも、でも、あの、ゼロワンとパチンコ対決の時はお金あったんじゃないの。だから対決。ほら、花火とさ、お茶。年末あったけどね、私ね。うん。あ、そう。今年行きたい。行くの？ね、行きたい。伊藤に言って20万持っていくわ。で、小峠と仲いいの？仲悪くないよ。枠に結構来てくれるよ。いろんな人来るよ、あれ。うん。だから、あれ、宮部君は？いいよ、大丈夫よ。文数は？全然大丈夫よ。あ、全然大丈夫。大丈夫よ。うん。そう、宮部と仲直りしたから。
喧嘩中だったの。うん、同い年なんだよ、学年も。あ、そうなんだ。名字も一緒なんだ。へぇ、すごくない？だからお互いにすごいね。成田さんって言うの？そうだよ、成田正光だよ。さそれ、そうだよ、みやびのマサだよ。あ、そう。それに光る正光。うん、だから今年でもさ、みやびパチンコやんないじゃん、スロットも。うん、ね、私さ連れてって。でもすごい、30万ぐらい持ってかなきゃダメだよ。うん、20万持ってく。持ってくんの？持ってく、現金。すぐなくなっちゃうよ、1日で。分かってる。それは、私だってバカじゃないんだから。いろんな人の枠見せたよ、なあちゃんのさ、一回さ、うん、コイン全部さ、落としてから、またやったり、もんじゅり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 ってさ、さ、何？ジャグラーの？そう、そう、ペカレ、ペカレとかって。それ違う。普段やってるっしょ。なあちゃん違う。普段やってる人だって。あ、私さ、目押しできないからさ、うん、だからスロットやっても目押しいらないやつ、バジリスクとかさ、バジとかそういうのはやってるけど、ジルワンコ寝ちゃったんだよな、また、うん、まだ起きてるよ、いい機会じゃないけど、そのうち夢の中に行く。なんで別れちゃったの？愛子さん、ドレさんの行方知ってる？あ、生きてるよ、うん、生きてんの？あのね、あの金梅に花火投げたんだって。最近、うん、だから生きてることは生きてた。死んでない。12月ぐらいからいなくなってる。顔ボコボコされてからね。顔がボコボコ。誰にボコボコにされてる？分かんない。なんとかなんか、それでボコボコにされた顔をツイッターで拡散されてて、うん、そっから配信してないよ。だから顔がまだ治んないんじゃないの？あ、そう、そういうことじゃない、うん、だってあいつ金さ、お金さ、苦しいはずだから、六本木に住んでるし、うん、家賃高いし。ただ顔が、去年の12月ぐらいだよね、いなくなっちゃったね。そうそうそう、だから生きてるよ、うん。へえ、うん、そうなんだ。うん、ほんと綺麗だこれ、ほんと高画質、女優ライトだし。私今寝起きだからね、めちゃくちゃな。うん、なんか配信、こっちはさ、リアルタイムなんだね、このテレビはね。あ、こっち？うん、そうそう、こっちはさ、バックグラちょっとずれてるでしょ。ずれてる。でもそれはしょうがないよ。でもコメント見れないから、こっちで見て。うん、うん、その方がいいよ。見、でもこっち大きいじゃん。そうね。え、見えないの、こっちの字。テレビの。あ、カメラが邪魔で、今見えてない。あこちゃんに見えてるでしょ。そっか。いつも真ん中に座ってるからね。そうそうそう。うん。うん、ケトルってもう散々言われてるよね。うるさいんだけど、もう2年前の話はいつも。あれ、2年前になったケトル事件。そうだよ、クモ竜がまだ。まだ捕まって2年半だよ。2年半前なんだけど、しつこいわ、ケトルって。クモンリュ君は出てこないの？まだ出てこれないね。何捕まったんだっけ、あの人。なんか、お母さんと人の車を乗り回してたのと、うん、10代の女の子を犯したらしい。ああ、じゃあなかなか出てこないね。うん、出てこれないみたいな、うん。お母さん、お母さんじゃない？ 10 年ぐらい。10年、うん。9年か10年。9年か10年。でも早まったって聞いた。それすごい辛いね、ミントス。何食べたの？だってちょうだいったらいいわよって言ってね。あいつ？昨日帰ってきたから一個ちょうだい。もうないよ。あら、なんで捨てないの？ミントスやミンティア。ああ、ミンティアとミントス同じじゃないの？なんかいろ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 混じっちゃってるしね。だってさ、ミントスもさ、ミンティアも同じようなもんじゃん。財布パクったとかバカじゃないの。自分の財布ではいい加減しろよ、うん、あまりうちでは盗まないよね。てかうちではじゃなくて盗まないから、人のもの。これかわいいじゃん、これネオ、うん、これ海老蔵のサリアトツ、ラークさんもあるじゃん、サリアトツの時。うん、でこれはラークはもうみんなね、配信者同士なんだから交換しようぜって言って、そうだよねって言って、買わないでって言ってさ、かわいいよね。みんなに交換したやつなの、これはね。あいこちゃんのステッカーあんの？あ、それもう唯一最後の一枚、奈々ちゃんのそのプレゼントの中に入ってんだ。入ってる、ステッカーが。うん、唯一かわいい。レアじゃない。だからここに貼ってとか、もう、あ、こ、あ、いやちょっとね、ヨギママの横、やだ、こっちにして。どこ？こっちにして、やだ。なんで？嫌いだから。どこでもよくない？でももうここしかないよ。これがでかいんだよ。いや、どこでもいいしよ。いや、ここにして、ここ。向こう？ここにして、隣は嫌だ。ここにして。隣ってどこ？この隣は嫌だから、こっちにしてっての。
いやでもここ貼る人いるもんだって。やだ隣は。この辺貼ればいいじゃん。だって重ねちゃうの失礼じゃない。あー、マティアスのところ半分。あとここ空いてる。ここ花瓶の上。この女カソだね、奈々ちゃんとね、バイムしてもね、全然カソ30人ぐらいしかいないんで、終わってる、あの女。すごい。あの女さ、どさくさ紛れに、私にさ、ディスってきたんだよ、私の枠で。ふわっち、なんとか、なんか。カナミンが？カナミンずっと。カナミンそんなことしないし。いや、本当に来たの。私、分かって、おーって思ってさ、ブロックしたのよ。なんで分かったの？その当時。だってそのままカナミンの顔だったもん、あの顔のドアップのやつ。あ、そう。あ、ここにあったの、ティッシュ。なんかあれじゃない、偽物じゃない。本物もうブロック解除したけど。カナミンそんなことしないでしょ、わざわざ。いや、ディスってきたから、ちょうど、あ、私が、だからな、違う、ほら、奈々ちゃんとヨギがここにいて、うん、私さ、リアトツしたじゃん、夜中、うん、2年ぐらい前。ああ、はいはい。あと帰れとか言って。ヨギママね。帰れ、ババーみたいな感じのこと帰る。ヨギママが怒った日でしょ。そう、愛子ちゃん帰ってよ。あったね、そういやね。あったね。あの時さ、ちょうどさ、全身ピンクだったから、うん、警察に隠れてたんだけど、見つかっちゃったんだよ。警察呼ばれたもんね、あの時ね。そうだよ、リスナーが警察呼んだんだよ。分かってるな。水道水やめな、ナナちゃん。なんで？よくないよ、東京。ずーっと私、うん、東京じゃねえし、ここ。神奈川だし、だから、浄水器あるんだかな。なんや？浄水器。いや、変わんないよ、結局水道水の中。変わるよ。あれ美味しいんだよ。私前の会社でさ使ってたの。うん。あれさもらったんでしょ、リスナーさん全部。そうだよ。あの浄水器いいやつよ。いいやつね。あれでもフィルター変えなきゃいけないんだ、うん。あ、うん。知ってる。変えてないでしょ。いや変えてる変えてる。あれは美味しいお水。半年に1回ぐらいね。うん。あれマジでさっき黄色い水だったからね、やばいよ。一回さ、ほんとコメント読まないの。急いだコメント読んでるよ。すごい、なんかもらってるクマさん。雑談たぬきに、あ、クマさんも、あ、ありがとう、あ、19になった。雑談たぬきに住所載ってると言ったから探したんですけど、たくさんスレがありすぎて直接住所教えてもらえないんですか。なんか誕生日に送ってくれんの？じゃあ DM ください、ツイッター。愛子ちゃんちってこと？うん、直接住所ってことは誕生日プレゼント送ってくれるってことなのかな。うん、ねえ、ルナちゃん。そう、金曜日誕生日です。金曜日。すごいね。ゼロワンより愛子ちゃんの方が言われてるよね。不思議よね。うん、ありがとう、直子ちゃん。カッパラ。ナイス。あ、おはよう、ミキミキミキ。いや、コメント見てるよ。コメント読んでるよ。うん。浄水器だから盗まないわ、バカじゃないな。浄水器泥棒とかで書いてるの、奈々ちゃんとかで。いや、浄水器は。浄水器はいらないわ。うちあるしゅなんて。うちペットボトルでほらもう常に箱買いしてるから。ああ、天然水ね。天然水とか。そうそうそう、水を買うっていうのも無駄だと思うよ。でもいいんじゃない別に。あれ川崎の水道水美味しいじゃん、めっちゃ。親が昔は浄水器つけてた。あそこ井戸水なの？昔からもう築もう40年近いからね。あそこ築40年なんだもん、うん。うちだから外装は1回した、何十年前に、うん、10年ぐらい前に。外装綺麗だもんね、外装。でもなんかすごい、やっぱもうしょうがない、カビとかお風呂場とかもう天井とかすごい。昔遊び行ったもんね、うん、ね、夜中ね、夜ね、明太子のぶくんに送ってもらってね。あの明太子誰が食べたんだっけな。え、ママじゃないの？そうだっけ。違うよ、のぶくんにあげたって昨日聞いた。うん、そう、のぶくんにあげたっつって。海苔は食べたんでしょ。うん、海苔は美味しいよ、あったかいご飯。あれママにあげたんだっけ。あ、そうじゃない、そうじゃない、多分。指引っかいてる。ちょっとさ、ボリューム下げてみる。いや、あなたが声の方がうるさいよね、ぶっちゃけね。大丈夫でしょう。いびき聞きたいから。いびきを聞きたいの。幸せそう。めっちゃ幸せそうだよね。あ、ナイスした、ありがとう、すごいナイスが増えてる。でもそうじゃない、好きな人のさ、いびき聞けるだけでさ、幸せな。そんなに好きなの、ゼロワンのこと。好き。だって、あ、私優しいじゃん、何度暴力してもさ、訴えないし。へ、訴えないし。だってゼロワン、いつから好きなの。
コラボした日から。なんでコラボしたんだっけ。あ、私が初見だから、あのさ、SY っていたじゃん。あ、SY 君、うん、ね。うん、ね、鳩が飛んできて、うん、ね、ゼロ、あの、SY が、ゼロワンと喧嘩してるとかってすごい、愛子さん大変、SY がとかさ、うん、え、ゼロワン誰それって知らなかったから。何年前ぐらいのそれ。去年の話よ。去年なの。うん、で、まあ、コラボしたのが5月なんだけど、誰ゼロワンって言って、知らないんだけど、つって、まあ、過疎中の過疎ですよ、つって。それで YouTube で見たのよ。たらさ、あ、背がすごい高くて、吉高がすごいチビで、うん、なんか、お互い顔にさ、つば、ベッベッとかやってる。喧嘩みたいな感じで、うん、で、まあ、なかなか身長高いのさ、好きだから、うん、おなかなか、やっぱさ、ゼロワンのさ、声がさ、好きなの、わかる、うん、話し方とか。うん、で、ちょっと配信、生配信見たいと思って通知取ったの、うん、そしたら通知が来たから、ゼロワン行った時にちょうどチャリで埼玉から名古屋の家まで帰るって言って、父の配信夜やってて、そしたらさ、ゼロニャンに早くもっと前に右に曲がれって右って言えよとかさ、遅いんだよとか言って、なんでこいつみたいな、こういうやつかと思ったの、うん、そんで、まあ、しばらくずっと見てたら、まあ、誰かの通知があって、あ、うるさい、つまんない、つまんないとか、見なきゃいいじゃん、見なきゃいいじゃん、本名書くなよ、うるせえ、まあ、私がダイエットからもう関係なくないまで。そんで10分後ぐらいに見たの、そしたらちょうどコンビニで座りながらタバコ吸って、そういうとこちょっと黙って、ああいうことじゃん、そういうとこはダメっつってんじゃん。えー、いや、出たじゃなくて、別に言う必要なくないっつうの。毎回そうじゃん、誰がどうのとかさ、うるさいよね。だ、それってさ、見なきゃいいじゃんって、なんと何度も言うけど、そんなこと言うんだったら。そうだよ、見なきゃいいんだよ。私がさ、いるのがさ、気に食わないんだったら今日見なきゃいいじゃん。そうだよ、それわざわざ書く必要ないよ ね, ね, ね、だって今日だけだしさ、ねえ、ねえ、見なきゃいいんだよ。私が嫌いだったら私の顔隠すとかさ、それをわざわざどうの、あの子がどうのとか関係ないよ、コラボなの、うん、毎回そうだね、うん、コラボ者に対してね、うん、どこから DM 送るんだろう。あのね、まずね、あのフォローして鍵ついてるから、あの、うん、お相撲さんの顔でアイコンで検索すれば出てくるから、うん、ルナちゃんで、それで、うん、で雑談してたら、ね、うん、穏やかに、あ、なんか声がいいなと思って楽しながら、みんな名古屋まで頑張るから応援よろしくねっつって、アイテムがすごい飛んでんの、うん、でも閲覧が30人なのでも閲覧30だけど花火10発とか上がってるの、すごいじゃん。で、お、ま、何この人みたいな、頑張ってるから、ジニアほら、チャリ旅ってさ、アイテム飛ぶから。何なの、嘘ついて、ちょっと、あ、こっちで黙って、うん、何なの、嘘ついたのって。何、どういうこと。え、何を嘘ついたの。はん、どういうこと。何が約束がどうのとかさ、ゼロワンなんて寝ちゃってんじゃん別に、うん、何も害がないじゃん。だって私がいつも見るリスナー全然いなくなっちゃってる。いつ、ね、うん、私がよくコメント、あ、じゃあ鼻毛出てる、あのこれゴッソやったのにさ、ゴッソやったの、やったよ、あ、本当だ、鼻毛出てるよね、ゴッソやったらさ、鼻毛すごい飛んだ。ゼロワンと絡まないって言ったらマサヤンと絡むのもおかしいよね。私がね、一緒嫌い、一緒だよね、みんなね。でもマサヤンお酒飲まなきゃ、いい子、三人一緒の責任じゃんって、うん、まさやね、性格変わったよ。でもみんな警察行っても済んだ話なんだろう、ね、俺こんな感じですよって。でも必ずあいこさんって言うし、敬語使うし、まさやんは絶対に白飯もお酒飲んでる、そういう面でも礼儀正しいよ、まさやんは。ただ私が一日店長の時、この間三人の女の泣かしたからね、まさやんは。で、え、自分三人も泣かしたんですかって言って、朝方ね。プロ配信って何なの。何サポロなんかしないの全然。何雑談じゃなくない。
この体勢疲れるよね。7時は疲れない4時か。いや疲れない全然。全然力気でも足腰骨盤が良くないんだよ本当は。ずっと座っていると先生に言われてるのよ。だからテーブル、うん、買ったんだけど、うちのリスナーがゼロワンの子昨日見てたよね結構ね。うん、だって2000人見てる、見てんのに、ね、うん、ここだと悪口言うのおかしくないみたいな。おかしくないね、うん、もう散々夜中見てたくせにね。うん、うん、何歳だっていいじゃん別に。40代だよ。40代後半だよ別に。止められる必要もねえし、黙ったら愛子はつまんない。そうでしょ、配信者じゃない、黙ったねえ、うん、配信者は黙ってたらつまんない。喋ってなんぼなんだから。おはよう、あずいぶんとおせっかいさんが増えたね。ねえ、おせっかいババアだよ、奈々ちゃんにすな、ね、でも若い子もね、いるけどさ。昨日だって店に4年見てる人とか来てたよね。ねえ、でもほんと変わったね、リスナー層が。全然コメント書く人ねえ、ほんとだよね、うん、うん、あ、そう、私の新しいツイッターフォローありがとうね。 あとね、ゆりちゃんもね、つながってくれた。あれ、やっぱあやこちゃんだったんだ。うん、本物よ。へぇ、そうなの。そう、ゆりちゃんもつないでくれた。あやこちゃん何気うちの子さんリスナーだもん。そうよ、子さんよ。うん、ね、元彼と会ってるしね。うん、のぶくんにね、3回ぐらいみんなでご飯食べたことある。 あとさ、スナックにも奥泊まったじゃん。うん、松屋にも行ったし、新庄の松屋あったね。ね、もうさ、2人は速攻食べ終わってんのに、私食べんのに、カレーライス食べんのに、喋りながら食べたから2時間。いや、話が長いんだよね、あやこちゃん。あ、よく言われる。トイレ行ってくる。ほんとトイレ行ってくる。めっちゃ話長いんだもん。え、何のこと言ってる。なんつってんの。クルちゃんつってる。何ね、ほんと。ねえ、うん、気持ち悪い。飲みすぎた。私が喋れないか代わりにあやこちゃん喋ってくれて助かるわ。逆にこんな具合悪い時にめっちゃ助かるわ。奈々ちゃん、トイレットペーパーってもうあれで終わり？あるよ、ある。ある、もしかして普通に突っ張り棒さ、あそこ。いや、でもさ、広いから。突っ張り棒はあそこできないしよ。できるわよ。できない、できない。でもさ、広いからさ、丸ごとドンってさ。ん？丸ごとドンってさ、ほんならさ、袋ごと。いやだ、袋ごと。まあ、おしゃれじゃないのよ。じゃ突っ張りを、だからさ、前さ、髪がないって言ってさ、さ、うんこの時に髪がなくなっちゃったって大騒ぎしてるじゃん。よく見てるよね。見てるわよ、私。だから突っ張り棒でさ、さ、上に乗っければいいんだよ。どんだけ見てんの、私。はい。でも、最近は見てないよ。朝？最近は見てないよ。私も寝てるから。朝やってるもんね。私もそう、朝やってるから。なんか私、足痛いんだけど、ひねったから、これ。うん、何度も転んだ。どこで？まず一回、みやびの前で。そうでしょ？お、もうすんごい、すんごいすっ転んだよ。ほんと？ 1 回目はそこ。めっちゃ痛いんだよ、あちこち。2回目は、どこで？2回目はね、こけた？あ、カラオケ屋で。カラオケ屋でこけてたん？うん、タクシー降りた瞬間。へぇ。2回ひっくり。あれ、よくないよ、10センチヒール。今日やめな。覚えてないの、そのひっくり返ったの。2回も転んだからね、思いっきり。そうでしょ。ほんと、ほんと。私、録画公開してるから。それ何、荷物とか大丈夫かな、ちょっとカバン。何、私、取って盗んでないわよ。あれね、ひっくり返したりしてないかな。あ、そうだね。でも、カバンはしっかり持ってたわよ。持ってた？うん、持ってた。じゃあ大丈夫かな。うん、大丈夫だね。だってでも。YouTuber の時にほんとカバンなかったの、焦ったよ。カバンこうやってしっかり。あったね。あれ怖いよね、誰が。あれ、なんでなくなったの、この間ね。だから、ほんとにね、しょっちゅう
財布とかね転がって急になくなったかびっくりすんねんね。お財布が転がってるのよ、うん、結構カバンのほらチャックの開いてるカバンとかで財布がゴロゴロ前だから結構財布みんな盗まれんのよ。へえ。あと広告とかだから広告とかはみんな自分の持って帰んないから最後に残った人が持って帰っちゃう。いろんな人が出入りするもんねあそこね、うん、だから私ばっかりじゃないのよ。私はちゃんとなんとかちゃんに借りて例えば、うん、ね、ユーのんびりに充電器借りてたのよ前ね2年前、うん、そしたらユーのは先に帰っちゃったのよ、うん、だから愛子さん帰るから充電器返してくれま、くれませんかって。石川さんに突したんだっけ愛子ちゃん。そうだよ、うん、最近、うん、そうケスバーにいたら、たら石川紀之さんが青壁でリアトツマチしてますよって言うからじゃあ行こうって言ったらもう鳩が飛んできて。会ったことあんの？あの捨て頃ワンの時。ああ。かっこよかったスーツ着てさ便所太郎と太郎ちゃん。あれなんでお客さんで来たんだっけ。あの時リスナーだもん。リスナーなのにあ愛子さんですよねって5人ぐらい。ワンって誰が出たっけ。ヒカル君とパルパルとかも出てた。そうそうそう パルとナボ。うん。柔道対決か。簡単に。あれ私出たのもワンだっけ。奈々ちゃん来てないよ。セコンドはセコンダ2か2でしょ2、うん、2か私テレビで見てたもん。あそうだよね。だって私1の時リスナーだったもん。リスナーなのにあれ3はやったんだっけ。3なんかつまんないんだよ知らんやつばっかだよ。うんでもスパークがあるじゃん次。うんその前に01組んでんでしょスパーク、うん、その前にあの圭之助の3月のあるね私の誕生日の次の日。うん それにも01出るけどだから、圭之助に勝ったら100万もらえるんだって。もう無理に決まってるよ、いびき。うん、ね。すごいね。結構いびきうるさいんだよね、デロワン君。そうだよ。だから、ここ私もっとでかい。ここまで聞こえたの。うっそ。みんなが聞こえるって言ってた。ええー。だから、やっぱ相当昨日酔っ払ってたし。いや、デロワンとエッチしてる夢見ちゃったもん。いや、ちょっと。いや、あった。よっぽどしたかったな、だって昨日。私がチャイム鳴らしてる時にさイチャ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 してさ配信停止食らったでしょ食らった。うん私も通報したもん。本でもゼロワン君何本当に別れたのこの人。本当そういう意味だ、うん、だってだから車の中に、車の中にさ荷物あるじゃん。あったね。スーツケースが全部それ何ネタでいつも入れてるわけじゃなくて。違うよネタじゃないよ。あおはよう。どうすんのお家ないのに。ないから奈々ちゃん家に 2,3 日泊めてもらいたいなーって 2,3 日言うからだから奈々ちゃんの仕事の時だけはどっか行って奈々ちゃんの送り迎えしたらって言ったの。まあ別に家にいてもいいけど。まあね言うとしたらいいじゃないタクシー代浮くし。うんバカになんないもったいないよ働いてるのに。あ送ってもらってね夜はね、うん、送り迎え行きもタクシー使わないで送ってもらって、うん、でさゼロワンゼロワンでさパチンコしたりさご飯食べてさ時間潰してそれで12あそこパチンコ話もそうだもんね、うん、ほらあそこパチンコできるから、うん、新庄のところあーこちゃんともう遊びに来てみたいな。まあ、うん、私も暇だから別に今日ゼロワンとこの後まあ奈々ちゃんちこれ掃除していいよ掃除しなくて。何言ってじゃん欲しい何怖い怖い怖い欲しいコスプレがあるの。いやなんかコスプレもういらないのコスプレ耳が痒いみたい。もうさ捨てるんでしょだからコスプレが欲しいの。そうなんかいい何をその中で洋服。うんコスプレもうさ捨てるつもりよ全部さ捨ててる。プニューズしかないよ。プニューズなんてコスプレじゃないじゃん。え何こういうのはさいらないのこれさ欲しいのこういうのとかこういうの欲しいんだけど。奈々ちゃんカツラ。うんその金髪は何だろう。ちょっとかぶってみるかな。かぶってみる。それ何に使う。え、それ新作かな。それ新しいやつ。この間注文したやつかな。知らないけど。あ、古いやつだ。ちょうだい。これ。うんあっちだったらいいよ、あの金髪みたいな。そう。いっぱいあるね。それはもうなんか、なんか、そっちの方が似合うんじゃないの？うん、じゃあ、これちょうだい。あ、かわいいじゃん。これちょ、あ、これちょうだい。これはこれ。それはね、ダメね。あ、いいよいいよ。ほんと？やった。でも、ボロボロだよ、それ。いいの、きれいにするから自分で汚いよ洗うから大丈夫だ。
払えんのそれだって。知らないの。すごいヤマンバみたいな。もう一回かぶってみて。それ似合ってんねそれ。ヤマンバみたいになってんの。かわいくない。あ、かわいいじゃん。あ、かわいいじゃん。あ、いい、似合ってる。前髪がお花棒みたい。ね、意外とあれショートヘア似合うね。顔小さいからね。こういうおばちゃんいるよね。うん、いる。こういうおばちゃん。かわいい。かわいいじゃん、これ。やった。ラッキー。くるちゃん泣いてたってよ。知らないよ。泣くんだよ。だってくるちゃん、え、どっちが別れようっつったの。あ、こっち。あ、これ、欲しい。ダメ。どれ持ってきて。これ、手についてる。一回も着てないんだけどね。うん、だから、ダメ。どれ？あ、これちょうだい。じゃあサバ缶。うん、洗うから。欲しい、これ着たね。あ、でも、何？うん、それは着たからいいかな。一枚だけだよ。わかった。でも、リスナーさんもらったやつだからね。あ、これかわいい。うん、これももらってんの。いっぱい全種類買ったんだね。ちょっとリスナーさんがもらったんだよ。知ってるよ。こういうのってさ、まだ使えるんだから。カバン？うん、これちょうだいよ。もう実は使わないんだったら。どれ？多分これそれもリスナーさんもらったやつだもん。ああ、刺しゅうまくびだ。いらないや、うん、安いから。何これ。あ、それはダメ。あ、それは新品。これ明日使うやつ。こいつさ、知らないんだけど、こいつひよこ先生。こいつさ、カソじゃん。カソじゃん。投げないで、それ。投げないで。クレサス、ほんとさ、ね、好きなんだね。クレサスは、うん、リスナーさんの、うん、カバンとか送ってくるの。知ってる、知ってる。今さらクレサスって思ったけど。ありがとうね、ね、ななちゃん。あげると言ってないよ、まだ。え、これちょうだい、これ。どれ？チュンリー？何これ、知らない。チュンリー。なんかしてみればちょっと。いやだ、奈々ちゃん脇がじゃないけど臭いかな。臭くないっしょ。あ、これ臭くない。あ、かわいいな、これチューンリー。これかわいい、チャイナ服。でもそれ高いんだよ、チューンリー。1万円ぐらいすんだよ。だってもうさ、一回来たらさ、捨てるって言ったじゃん。うん、ちょうだい、これ。あとは、なんだこれ。どれ、これ何。あ、それそれ、マツケンサンバみたいな。あ、上はどこにあるの。上はないかな。それ毛布、毛布。何これ。あ、そ、ハゲガツラじゃない。あー、それあれだよ、水着みたいな。あ、ここちょうだい。つく水。そんなん着るの。着るよ。着ないっしょ。着るよ、着るよ、配信で。あ、ごめんね、これも写してあげた方がいいな。あ、これこれなんだろう。うん、いびきが すごくなってきた。何これ。それなんだろう。あ、バズライトイヤーだ。懐かしいね。これかわいい、これ。それが一番高いよ。それ1万5000円ぐらいする。これ、これちょうだい、かわいい。着ないっしょ、あやこちゃん。着る、着る、着るよ。絶対着る、絶対着る。絶対捨てる羽目になると思うよ。絶対着る。本当に。着るよ。何これ。パンツ、これ。どれ。何これ。それバズライトの。何これ。そんな持って帰る。これ何、これ。まあ、どうせ捨てる予定だったからね。そうでしょ、だって言ってたじゃん。そこはね、洗いなさいよ、これもう汚い。何。俺ここに置いといて、こっちに。いらないの。あ、いらないの、これ。どれ。それ捨て、あれじゃない、統合フェスのやつ。あ、統合フェス。うん、いいじゃん、パジャマとして。じゃあちょうだい。え、統合フェスはダメ。それもだって自分でさ、捨てるって言ったじゃん。もらったやつだから、統合さんに。あ、これちょうだい、これ。どれ。あ、これは、あ、やだ。やだそれはダメ。あ、奈々ちゃん、卵で、で、出てきたよ。あ、ほんとだ。ね、丸ごろ。うん。それはダメ。それ今度企画で使うか。それはダメだって。わかる、これはいらないよ。違う違う違う、特攻服はやめて。
どこか今使うか企画だ。あ、まだ来てないの。わ、これどれ、これ欲しい、グッチの。ダメよ、それ冗談だよ、それダメ。誕生日冗談じゃない、本物だから。こういうね、タグ付きは畳むのね、わかった。はい、お母さんみたいな。私そのほら、ショップの店員やってたから、うん、綺麗に畳むの、畳んで、ほら、こうやって綺麗に。どんだけよ、もう。でもいいね、捨てようと思ってたやつもあるからさ、それ持って帰ってね、あげた方がいいよね。もうそれがなんかさ、奈々ちゃんもう着ないんだから、そうそう、これ着てあげないよ、とりあえず。うん？ 2 枚、もう。それは小出しにこう着ようかなと思ってたんだよ。だから、思ってたみたいなので、もうそろそろ。いや、なんで、サイクルがさ、半袖でしょ、そろそろ。そう、うん、だから、そろそろ着て。タグ付きはあんまり持って帰んないんだよ。あんまりとか、絶対に持ってかないから。タグ付きやめて。じゃあ、これは、それはもうさ、裏返しに何十回も。それ黒はや、私お気に入りだから。わかった、それ持って帰んないんだよ。これ、洗うよね。洗うよ、うん、そうさ、いい。これも汚い。それもね、洗いを片付けに来てくれてたんだって。私自分の部屋は汚いけど、これもね、ズボン、スウェット。あ、そのグリーンのやつも投げといて。グリーンの、グリーンのそのプニュー、そう、手前のやつ。何これ。ああ、そう、必要、そこに挟んどいて。そうだよね、画面でね、コレクションでしょ。そう、うん、挟んどいてください、うん。何これ、何これ、何これ、それいいよ。1280円。何これ。私買ったやつだよね。ババクセ。じゃあ、アゴちゃんにあげるよ。うん、うちの母にあげるわ。アゴちゃん着ればいいよ。ババクサいよ、余計。ババクサくない。そろそろこれもね、これも洗わないと。赤い毛布も。うー、ライターどうつけんのこれ。だから言ってて、一回あげる。あげて。あ、こうね、うん。あ、でもそこら辺はあれ、コスプレが多いかな。あー、この T シャツ、あれ野田さんとか着てるよね。これも、洗い。それいらないんだ。いらない。じゃ、着ないの、それ。マッチョのやつ、見せてあげて。あー、B 地区、B 地区の、じゃあちょうだい。これかわいいじゃん、ほら。これ、もらう。これ、これは何？ああ、浴衣？もうちょっと、浴衣も。浴衣？浴衣じゃない。ああ、それはいらないな。いらなく、これはじゃあ、私もいらないから。これはどうにさせてんの？ゴミ箱は。あ、ゴミ袋。いらないの、あこちゃん、それ。いらないよ、これ。それ投げといて、そっち、いらないわ、そっち。で、こっちは洗うよ。うん。オッケーオッケー。なんだっけ、これ。いやー、いいね、動きがね。わ、これかわいいじゃん。あ、それ新品、新品、新品。もう着なさいよ、これ。それ忘れてたね。これ着なさい、これかわいいじゃん。わー、こちゃんにあげるよ。 ありがとう、やった。新品だから。うん、あ、これ欲しい。どれ。汚いからな。あ、それダメ、それ1枚しかないの。もうないの。 これも洗いでしょ。それはもうオリジナル T シャツだから。知ってるわね。あ、これあれだね、これね、バズーカのやつ。バズライト着ないしょ、あいこちゃん。これ、女の2枚持ってるの、これ何これ。それもあげるよ。これババクスだよね。それ900円ぐらいのやつでしょ。知ってる、うん。何、も服どれ。あーあーあーあ、ジャケット着てる。あ、それもあげる。え、これも高すぎ。21号でかいんだけど。あいこちゃん着たら似合うんじゃないの、それ。靴下かわいいよね。あ、それもあげる。うん、この袋にさ、入れて持って帰るわ。あ、いいよいいよ。ね、一回全部出した方がいいの。でも一回洗った方がいいね。結構。洗って待てじゃん。これさ、これさ、夏に散々着てたね、奈々ちゃん。これ、自分で洗いな。あ、それ着物の下に着るやつよ。あとさ、なんと、なんでもいいけど、ワンピースの上に。うん。これ、いいよ、真夏。あ、それは。これ、いいじゃん。いいね。これ
きなさいよ。それ箱。これ履き替えないよ、濡れてるから、それ汚いから、そのジャージのズボン汚いから。濡れてないん。濡れてるじゃん、ほら汚い。あとほらうんこついてるじゃん、それどこに。今履いてるやつにうんこ。うんこじゃないよ。でも履き替えなさいよ。いいよ。履き替えなさい。俺に？履き替えなさい。あ、これえ、おそろいなのこれ。あ、かっこいい。なっちゃん。うんこなんついてないよ。これちょうだい。これこれ。あ、おそろいじゃん。ちょうど。私タバ入んないよね。もう入んない。これちょっと待って、中もあった。これハチくんのじゃない？それでかいよ。ハチです。それちっちゃいよ。ハチのじゃないかな。これに履き替えなよ、ナナちゃん。誰かのジャージ、マサヤンじゃない？そうなの？嘘。多分マサヤン。何や、これ濡れてるかな、汚いかな。いや、いいよこれ。履き替えない、濡れてるんだから、もううんこついてんだから。いいかな、これはこっちも置いといてっていうの。これ何これ。あ、それストッキング。いいよ、あげる。それそれいっぱいあるよ、その人。あ、これちょうだい。あ、ジェイソン、ダメダメダメ。これ探してたんだよ。やっと出てきた。なんだこれ、なにこれ。かわいい。ババ臭いの、なんこれ。ババ臭いの。それあげるよ、かわいいじゃん。うん。ヒルシオン。これはそれはなんだろうね。かわいいじゃん、ピンクで。ちょうだい。誰のあれ。桃奈々ちゃんだ。でもちっちゃいの着れないでしょ。着れない、あげる。桃奈々ちゃん T シャツだ。着れないよ、全然。奈々ちゃん、お、これで最後。それは何、何これ。カーディガンみたいな。違う、何これ。なんだろうそれ。 あ、上に羽織んね。うん、それもあげる。いらない、これは。いらない。うわ、いらないんだ。じゃあ、これ、とりあえず、これをしまおう。うん。やったー、もう、な、な、桃奈々。これ、着れないもんね、それ。サイズいくつ？桃奈々ちゃんの。LL、絶対着れない。あ、無理だね。このババ臭いけど、これ、かわいい。何気に。いやー、一袋なくなった。すごいね、あやこちゃん。うん。ジャージ、助かったわ、これ。その袋を入れて持って帰れんね。うん、だから言ったじゃん。どんどん綺麗にしていくよ、どんどんもらうからね。いいね、捨てるよりまああげた方がいいね。うん、捨てる予定だったから、そこらへん。そうでしょ。すっきりしていいね。うん、でもこのジャケットいらない、21号それいらないの。うん、着なさいよ、喪服の時に。喪服で着れるんだから。ほんとお母さんみたいだよね。うん、私も自分の部屋汚いけど、うん、人んちは掃除できるから。私カラオケボックスでお酒飲んでたん。私さ、映してるよね。映してるよ、両方とも。すごい、いびきや。カラオケボックスでお酒飲んでた。私飲んでないよ。あ、飲んでないんだ。なんでこんなったみたいなの。だから私が来る前からすごい酔っ払ってたような話。うん、二日酔いだもん。母にあげよう、これ。ババ臭いの。ババ臭いのお母さんにあげて。うん、お化粧品もいっぱいあんだよね。だからちょうだい。化粧品使い切れないでしょ。いっぱいあるよ、シャネルとかディオール、うん、ちょうだい。あやこちゃんもでも使わないでしょ、ブランド品。使ってる、うん、グロスとか使ってる、グロス、うん、全部もう使い切ってるよ。うん、売れないよね、多分ね。何を。化粧品なんて。だから使い古しだよ。いいよ、使い古し。売れるわけない。まあ、化粧品はいいか。使えるから。いや、これ、汚すぎるわ。いらないわ。いや、こっちを投げといて、サバ缶、うん。サバ缶汚すぎる。カツラなんて被るの？ぬいぐるみいる？そのなんか後ろに。被るよ。ぬいぐるみ。第2弾。それは何だろう、その袋は。これもゴミ。ああ、ペヤング。あ、あげるあげる。いや、またやるの？まず。中身だけ違うやつにすればいいやん。これは？あ、着物のバッグだね。あ、それ使ってないね。使ってないよ。それは使うわ。うん。第2弾なんだ。またさ、ずら。ずら。あ、それは使おう。使う。それブルゾンっていう意味だ。これは、あ、それは使わない。これ、うん、こ
これさ、ゴミだね、多分。うん、これはさ、ストッキングとか。じゃあこれもちょうだい。うん、これはゴミ、なっちゃう。これは捨てな。どれ？ゴミじゃないでしょ。ゴミだよ。何が入ってる？履き古したさ、ストッキングとか。全部ゴミだね。こういうやつとか、紙袋とか、もうこういう手袋、なんかこんなちっちゃい手袋とか。あ、片方だけのやつね。あと、何これ。あ、エプロン。あ、それはなんだ、手ぬぐいじゃない。ああ、それかわいいね。でももう、やらないでしょ。いや、いるよ、いる。これはゴミね、これはゴミ。あ、そうだね、そうなんいらないね。そのポンポンとかもいらない、ポンポンとか。これはいらない、いらない。これキャラクターの。それなんだろう。歌舞伎の、これかっこいいじゃん、これ。ねぶたかな、うん、青森。これ使えるのはこれも洗い。これも洗いね、タオルだからね。タオルさ、使えるんだから。うん。あ、これかわいいじゃない。それ使ってないね。これ使いなさいよ。でもね、あ、小さすぎなんだよ。あ、ロッペピクニック。あ、こちらあげるよ。ちょうだい、やった。これは私が小さすぎなんだよ。うさぎの、なんかさ、お弁当つ。あ、そうかわいいね。お弁当包んだりするの。ちょっと取ってきなさい。うん。ピクニック。タオル系は取っといて。これからさ、お弁当さ、作ったらさ、外でさ、食べるんだ、公園で。うん。時にさ、お弁当箱さ。そうね。ほら、前さ、買ったじゃない、市場でさ、お重とか。うん。をさ、こういうのでさ、包んでね。さ、持ってくんだよ、公園でさ。おしゃれね。いいじゃない、外配信でさ。いいね。うん。あ、それエプロン。それもあげるよ。ありがとう。そんなん使うの？あやこちゃんち、でも結構洋服いっぱいあるじゃん、だって。これ食べたい。あ、いいよ、ゴジマ。じゃあこれは、あ、これ、何？あ、それ、ミシヨン。それは、それハロウィンのやつ。あげるよ、あげる。いらない。なんか踊ったりとか、そんなにいいじゃん。あ、そうね。うん。あと、ね、靴下。いや、チョコレート食べないんだよ、お菓子。靴下ね、いっぱいあんで、ゴディバとかね、モフモフのゴディバ。多分それホワイトデーのお返しでもらったやつ。何これ、手袋。これちっちゃいじゃないの。私手ちっちゃいもん。ちょうだい、これ。いいよ。でも、もう手袋の時期じゃないじゃん。でも、まだちょっと寒いよ。そうね、うん。あとこういう矯正ベルト、あの骨盤のベルト。それはね、柔道着のベルト。あ、そうだよ、だからさ、やるんだから。旅。あ、それはいるでしょ。なんでこれ。それあれじゃない。あ、うん、ドナルド。うんうん、マクドナルドのドナルドじゃない。これカバン。あ、これダメよ、これダメじゃない。あ、それはダメ。ダメでしょ。なんでさ、捨てるように。捨てるようじゃないよ、そこ。やだ、これ。あ、それいい、それいいじゃん、チンチンの。チンチンじゃない、かぶるよね。かけてごらん、ほら。チンチンだよ、それ。これ、落っこちるんだけど、いらないわ、これ。それゴミ。はい、じゃゴミ。チンチンの。終わり。これはくれない。ありがとうございます。これはくれないんです。それいいよ、もうボロボロだから。カツラが欲しいの。いや、そういうわけじゃないけど、ね。はちみつ。これたっぷり、この。あ、なんかもう一袋出てきたね。うん。あ、お相撲さんじゃん。そう。あ、欲しい。欲しい？うん、絶対欲しい。あげる。あ、その衣装はいるね。これ、そうだよ。これ可愛かったじゃん。可愛かったよね、それね。これ、これさ、クリーニングだしな。うん。クリーニング。それはいいね。使える。ななちゃん、これ。履きないよ、今日お店で。それなんでそこにあるんだろう。多分ここのドレスと一緒に。これ結構いいね、かわいいよね。これもかわいいじゃん。ならあ、いっぱいヒール出てきた、探してたんだよ。ほらね、ほらほら、よかったでしょ、今日この枠やって。これね、いっぱいヒール。ティアラ、ティアラも出てきたね。ティアラあげるよ。あ、ほんと、やった。あ、ティアラ、やっぱダメそれ。そうでしょ、使う。そうでしょ。いやだね。タコの。いや、この靴探してたの。
あら、よかったじゃないですか。いいじゃん。ここにあったのね。じゃあ私はこれもらおうかな。はい。お礼で。帽子。これと交換しない、あこちゃん。帽子。ミッキーの子。これは？これと。ななちゃん、カチューシャこれ。あ、それバニーガールの。あげる。はい。本当に使うの？使うよ、本当に。配信で見てたよ。じゃあ次、ダンボール、この。あ、そっち？うん。こっちは、こっち。こっちはゴミだけだ、これ。オッケーオッケー。薬とか、何これ。あ、お薬ちょうだい。それ、多分風邪薬。うん、エスタック。これ総合風邪薬だね。こういうのさ、ナナちゃん、ネック。あ、それダウジング、ダウジング。ピンクの可愛いの。これね、終わって こういうキャンディーはもう食べれないんじゃないの。キャンディー、でもキャンディーあげるよ。いらない。あ、いらない。ほら、新しいヌーブラ。 あったを探してたのよ。ほら、カシミヤのティッシュ。ティッシュね。シャイニーズキュー、キックス。あ、これ、あの、靴の匂い取れるやつが、あこちゃん、やれば。私、臭くないわ。下痢止め、EX。あ、これもいいね。今日、薬ね。ここは薬コーナーだよ。これは何？それなんだ？あ、それも靴の匂い。あ、ちょっと、やっぱ臭いじゃん。あ、この子買ったじゃん。ロビーね。ロビー必要。で、ガムテープ必要でしょ。あ、頑張ってね。頑張って。そこら辺はあれ、日用品だね。そうだね、メモ帳とか。これゴミだ。これ、ね、いらないね、お寿司37万470円。何それ。リボ払い、キャッシング。あー、この間払ったやつだ。はい、メモ帳。この間払ったやつだ。あ、これさ、キャスクのカレンダー。そう、これね、ツイキャスの。これは？あ、それいるいる。宇宙人服装 57%、 ラピュタ 29%、 柔道着 24%、 パマテック 75%、 臭い 4.5%、 シャア 56%、 お食事中 59%、 聖母 36%。 何それ。アースラー 58% って書いてある。あー、アンケートのステッカーのやつ。はい、これ終わり。あら、すごい。これも汚いから。あ、ミッキーはいる。これダメよ。ナナちゃん、これさ、汚いから、これ箱汚いから、これこっちに移し替えるから。あ、そう、ほんとに、うん、ありがとう。いいでしょ。とにかくすごいね、アーゴちゃん、お片付けできる。ここら辺は全部捨てるやつだから。柔道着でしょ、これ。柔道着特攻服。ウケるわ。あ、私も自分の部屋のさ、汚いんだけど、人の。それ何？ダウジン。直樹兄さん、衣装とかじゃない。あー、捨て頃の時のやつかな。開けてみる？それいいよ、あげる。なんだっけな。いらない？これは？あ、それキャスくんカフェの時のやつな。これは？そのカツラいいよ。カツラどんだけ持ってんの？あ、これでも、あ、片方させた。あ、これ。あ、それシャアのグローブなの。掃除しなさいよ、これで。それいらない。使えるんだから。いらない、いらない、これ。いらない。グッチのストールなんていいの？あ、それいる。それ上に投げといて。そうだね。上。その、そこの上、うん、これ何これ。それちょんまげ、ちょんまげ。これいらない。そう、これいらない。いらないんだ。黒い手袋いらない。キャストのタオルでしょ。ストール。あ、それも使う。カシミヤ新品だね。あったかい。で、グッチ、じゃあグッチ投げといて、上に。ほら、ナイスでしょ。これ、髪の毛挟むやつじゃん。あ、それ、うん、あったあった、一個。こういうのもさ、もう。あ、プチプチね。ナナちゃん、いつもさ、これさ、口で噛んでるよね。噛んでる。いや、それめんどくさいよね、プチプチね。わお。
うるさいなあ、ババア。掃除してんだよ。お前の響きの方がうるさかったよ。なんかちょっと、なんかこれ。あ、それパチンコ配信用かな。あ、違う違う違う。イルミネーションだ。それはいる。高いんで5万ぐらいするんですよ。5万する。エルメスのこれもね、ちゃんとこれ。それなんだ。エルメスだよ、時計。あ、ヨギちゃんの時計のやつか。ここ何、なんか、なんでこれだ。それバズライトイヤー。あ、それいる。それ今週使う。これ。それなんだ。ゲームみたいな、カードみたいな。なんだろう、それタロット。もう、配信で。人生ゲームかな。うん。いらないね、ちょっと中身他に見せて、それ全部ゲームのやつよ。あ、いらないんじゃないかな。いらない、いらない。はい、じゃあこれゴミ、うん、これもゴミ。あ、グッチの、なにこれ、グッチの、うん、あら、ちょっとこれ使いなさい、手切れ。あ、忘れてた。ほらこんなあった、グッチの。はい、これゴミ、これこれ崩して使いなさいよ、もう、ほんとに。じゃあこれ、ここにね。うん、まああったね。パスモとか入れるのね。スイカとか。そうだよ。何これ。それもカツラ。それシャアリザリゼナブルって言ってさ、うん、ガンダムの。それはいるね。私もパンパン。一袋出ちゃったね。そう、本当に持って帰るの？持って帰るよ。だって公平に車で送ってもらう。ああ、そっかそっか。いやー、配信でイベントの、イベント最終日に切れるわ。いやー、一袋な出たね。うん、出たわ。ほら、だいぶスッキリしたでしょ。スッキリした。もう全部ゴミ袋だよ。じゃあ、洗うものをこの中に入れたらね、洗濯機。うん。いやー、助かるわ、マジで。私も傷だわ、これも本当に染み付いてる。新品は混ぜない方がいいんじゃない？違うよ、洗濯機に入れるもの。あ、洋服ね。洋服、靴下も。汚い。私よりひどいわ、本当に。プリューズも1週間も来てるし、配信でありえないんだから。これ、なんで？これ洗濯ね。洗濯？うん。それ横に置いといて、横に。これね。うん。これ全部洗濯。ちょっとこの中からタバ、アイコスが出てきたわよ、もう。何？昨日さ、店の床にアイコス3本ぐらいあったわよ。どこに？床に、店に。お店？お店。ずっこけて落としちゃったんかね。だって酔っ払ったの。多分ね。なんであんな酔っ払ってたんだろう。うん、酔っ払ってなきゃ彩子ちゃんと一緒に飲まないもんね。うん。何これ、これ一回も汚いんじゃない。どれこれ、ダサい。あ、そこは切れないね、私ね。 でしょあげる。うん。ねえ、うちの地元でさ、買ったさ、洋服あったな、ブレーメン。あったね。 あれさ、欲しいんだけど出てこないかな。洋服買ってないんじゃないかな。買ってたよ、洋服。あ、それいる？これくれるって。人形系あげるよ。いや、そんなに気がないよ。それでも1万円ぐらいかけて取ったやつ。この子さん、これかわいそうだったよ。あ、ココナちゃんいる。もう出てきた、出てきた。もう出てきたって、もうどんだけ汚いんだよ。この子はこっち。どんだけ汚いんだよ。あれやね。T シャツとかも、あ、私はそこまでしない。あ、そうね、そういうのはもう詰めといた方がいいね。これは帽子。ああ、だからあのー、かぶんなよ、コロナ帽子。あ、じゃあここ、これはいる。で、これはビッグカメラ、ヨドバシ。何も入ってないんじゃない。いや、なんか買って。あ、それ開けてないね。うん、なんだろうこれ。あ、かわいいじゃないこれ。あ、パジャマ。そう、忘れてたわ。もう、ちょうだいこれ。何それ。パジャマ。
パジャマなの？うん、うさぎちゃんの。かわいいじゃん。ちょうだい。いいよ。やっぱりこれ、いらないわ。荷物。人形いらないの？これ。そこはいいんじゃないの？またプリューズが。あ、それいる、着てないかも。ネズミ年のやつでしょ。じゃあ着なさいよ、プリューズ。どんだけプリューズあんで、全身に貼ってんのよ、これ。あそこは全部プニューズ、着てないやつ。まあ、半袖はこれから 着れるから。うん。これは着るやつ、ね、うん。あのブルーの欲しいんだけど、あれ汚いんだもん。全部新作を。これは何？そのプニューズ。プニューズだな。これ全種類買ってんじゃない、スマホリスナーさん。それもプニューズ。後ろかっこいいでしょ。あ、ほんとだ。歌舞伎の。それめっちゃかっこいい。着なさいよ、これ。だ順番で着てんの。着なさい、これも汚いから脱いで着替えなさい。今はいいの。着替えなさい。これ来週から着るかな。何これ、かわいいよこれ。スンプニューズ。これ、奈々ちゃん着れないよこれ。いや、着れるよ。これちょうだい。やだ、それは。まだ一回も着てないの。じゃあ、一回着たらちょうだいね。うん。どんだけプニューズの、あれだよ。そこは全部新品だよ。これかわいいだから、これでっか。それかわいいの。かわいいじゃん、ニコちゃんマーク。足好きなの、そのニコちゃん。何これ色違う。それもニコちゃん、そう。これでっかい。まだもうすぐ。うん、これか着る。春入ってから。どんだけプニューズ好きなんだよ。プニューズ。これは？あ。それ何？カタログとドライ。あ、いらないのな。これは入る。あ、ゴミ。もうゴミだね。中何入ってるそれ？あ、それはいらない袋。そうだね。それ、そんなん使うの袋なんて。うん。あの、リスナーさんにあげるときとか、お友達にプレゼントするときに、こんな中に。うん。あ、いるのね。またそ、またプチプチ。そんなショッピングバッグいるんだ。いるでしょうか。いかにもプルズで買ったみたいなね。プリンズのエコバッグ持ってないの？エコバッグ、バッグはもらったことないかな、うん、今まで。顔のやつなの、かわいいの。ないな、今まで。もらったことないね。ジュース。いやー、でも結構片付いてきたね。2袋出たね。これ、ゴミ。これ、ゴミ。わお。そのなんか箱みたいに何そのだからちょっと待って、潰しなさいよ今。いや大丈夫だから。何これ、うわー、ココナちゃんの靴下、これほこりと髪の毛がすごい、ね、それもう捨てちゃって。うわー、やばいでしょ。捨てちゃってって。じゃないから。あと空箱。何も入ってない？うん、何それ？その袋。なんかさ、さ、使えるじゃん、広角。いや使えない。広角とか。これ捨てちゃって。あ、これ全部ゴール。まんま捨てちゃって、まんま。うん。このまんま。片付いてきたね。すごい、あいこちゃん。何これ？パキパキ。重い。あ、それいるいる。水晶。これね、これは、あ、水晶を立てんじゃないの、これ。あ、そうそう、これいいのよ。はい、終わり。すごい、またここにアイコスも、あーもう。いや、それ入れちゃってごめんですかね。これは、これも空箱、それ何も入ってない、中身、うん、これさ、靴じゃないの？ベイビー入ってない、うん、じゃあ大丈夫、空箱だね。これさあ、これやるか。どれ、これそこはやめといた方がいいよ、もういい、ここまででいい、とりあえずね。これをきれいに畳んで、それ袋入れといてね、袋、うん、入れとくから、これ新しい袋に。うん、分かってる。で、あとは掃除機かけて、うわ汚いわ。掃除機は大丈夫だよ。
いや、かけた方がいいって。何でもくれんの、それかわいいよね、ニコちゃんね、うん、そろそろ着ようかな、それ。そうだよ、これで、まだ半袖寒いんだよね。あなたデブなんだから、誰だ。ほんと、じゃあ、まずプニューズの長袖から着なさいよ、リスナーさんにもらってるやつ。これはいや、もう長袖暑いしよん。これもったいない、これ着ないで終わっちゃうの。それは着たかな、紫は。痛い痛い、じゃあちょうだいよ。痛いよね、顔。じゃあ顔にこれがね、これがガンってちょっと目痛いよ。それ新品でもなってる。でもさそれダメダメ、端でそれ新作はあげない。新作はダメ。あ、タグついてるじゃんこれ。そうだよ、新作だ。着なさいよこれ、明日からでも、うん、どんだけプリーズ好きなんだよ。リスナーさんがいっぱい送ってくれるのよ。あ、これタグついてないよ。あー、だからそれもあの着てないからダメ。着なさいよ。そこにあんの全部ダメ。分かってる、新作だから。着なさいよ、いっぱいあるんだから。毎日同じのばっかりじゃなくて。え、毎日同じのじゃなくて、いっぱいあるんだから。同じリスナーさん。そう、どんだけもうポイントカードすごいんだろうね、プリズム。ねえ、すごいね、業者並みだよ、ね、こんなにもういらないじゃん、ね、それかわいいよね、いろんなオレンジで。でももういらないよね、染料箱ついて、ね、今度その、なんだっけ、プリューズくれてるリスナーさん、ナナちゃんにプリューズのもう洋服じゃなくて、あの巾着とか買ってあげてください。なんで巾着、あの巾着とか、あのトートバッグ、うん、それかわいいんでね。あるの、トートバッグって、うん、私持ってるよ、ナオミちゃんの。へぇー、アーコちゃんも好きなんだ、プリューズ。だってさ、同じ持ってるもん、トマトなんて毎年出てるもん。同じのだよ、色も一緒だし、トマト。すごいびっくりしたわ。真似すんなよと思ったもん。真似はしてないけど。分かってるよ、奈々ちゃんが自分で買わないのは知ってるから。うん、サイズがでかいからでしょ。うん、多分ね、どんなもん着てるらしいから、プニューズ。うん、なんかもらったんだよね、年末の時みんなでね。で、これが全部、あ、長袖だから、うん、これ着なさい。あ、それもね、新品。うん、新品だけどすごい埃が。これも新品、卵や。あ、新品、その袋に入れてほしいな、そのチェックの方に。うん、分かった。これまとめておいて。私も半袖3枚ぐらい持ってるよ、ピンクのハートのやつ。奈々、うん、ちゃんがさ、ピンクのハートの。あれかわいいよね。うん、ラブでしょ。あ、あれの半袖持ってる。ラブ一番かわいいよね。うん、じゃあ、この中に入れておくわ。それか、にっこりマークを。これ全部入れて、新作を。だ、今度は外配信で着ればいいんだよ。うん、もうこれから。先生、私1週間に1回変えてんだけど、まだ追いつかない。1週間着るからだよ、やめなさいよ、もう。3日に1遍。えぇ、パジャマは3日に1遍しなさい。3日に1遍。なんでこれ別に取っといたの。半袖だから。で、これ入れといて、一緒に。だから入れるけど、これは半袖だから。いいよ、一緒に入れちゃってよ。このまま入れちゃってるでしょ。だから入れて、順番に入れる。もう一度、ちょっともう。何？せっかく畳んだんだから、きれいに。ミッキーの帽子も一緒に入れといて、これ。うん、分かった。お気に入りだから。うん、これね、うんこ。かわいいよね。うんこ垂らしたらね、翌日にね。帽子にうんこ漏らして、配信で見てたわよ。本当に。新しいのが来たんだね。これ壊れてるじゃん、これ。あ、いいよ、壊れてる。じゃこれ。うん、それ新品ね。新品。あ、そこにもプニューズある、その。ピンクのやつ。本当だ。あ、これ。それもね。うん。これも入れといて。すごい、どんだけ。かわいいよね、それね。これ欲しい。一回来たらちょうだいね。うん、これもちょうだいね。それなんだろう、それ。あ、それも T シャツも、それもかわいいね。違う。かわいいけど、ハイネックだから暑い首元で。あ、ハイネックの半袖。首がある人の方がいいんだよ。うん、首ないからね、なるちゃんね。そう。じゃあ、これはプリューズ特集。そうそう、そこに入れといて。これでいいかな。いやー、片付いた。これゴミ。すごー。これゴミ。やば。これもゴミ。これもゴミ。あ、違う。これゴミだから。いやー、ちょっとめっちゃ片付いたやん。
とりあえず行こう。いや、すごー。ハンガーとかも危ないからさ、床にこう、ポッてるの、マジで。もう片付いた、片付いた。もらって帰るよ、これ全部。ハンガー？うん、危ないよ、これ。ハンガーいいよ。ハンガーいらないよ。ハンガーあるから、家に。ファイルって言わなかった、今。あ、ビールちょっと取って、ビール、ビール。ビール？うん。手、表して。もう飲んじゃったの？まだ飲んでないの。1本も、うん、いや、よかった。ちょっと、布巾汚いんだけど。なに？汚いんだけど、みんなちょっと見てよ、もう。いいじゃん、いちいち持ってこなくても。それで、ね、漂白したよ。汚いよ、昨日。じゃあ、なんでこれ汚れてんの？分かんない。うん、さあ、飲むか。ありがとうございます、うん、いい。これさ、濡れてるね、これね、まだね。どれ？しょうがないよ、うん、乾くまで。乾くまで、うん、あ、綺麗になったわ、だいぶ。だいぶなったね。だいぶ経って、箱がだいぶ。さあ、飲むよ。あ、よっしゃ、いただきますよ。ここはまたあれだよね。 いただきますよ。お風呂あったね。疲れた、すっきりした。ゴミ箱、ゴミが全部出たし。はあ、あとは冷蔵庫だね。それは自分でやんないと。でも賞味期限、冷蔵庫は大丈夫っしょ。でも肉はやばいよ、あの肉の保存の仕方は。あれはどう思っちゃった。冷凍焼けするってこと？サランラップに入れとけば、うん、半年とか持つんだけど。いや、大丈夫だよ、そんな。でも、捨てたよ、捨てちゃっていい、いいって言うから。あ、いいよ、いいよ、うん。だってもうさ、お肉の色変わってたじゃん。全然いいよ。いや、ボケてんだけど。よいしょ。すごい天気いいね。今日ね。なんだろう。お腹すいたね。お腹すかないよ。何食べたの？だってグラタン。あ、グラタン食べ、マック食べようかな。食べな。いや、家にあるんだから。あの、チンする。何を？チンするだけなんだから。無駄遣い。あれはあれ、無駄遣いしないの。何が？お金持ってるからって言って冷蔵庫にあるんだから。あれ何チンすればいい。じゃあ、あれは夕方とか食べんの？うん、そうなの。うん、あれはあれ、痩せんじゃないの？86キロなのに。いいんだよ、今日スペシャルなんだから。じゃあ、出前か。いや、食べたいの？ごちそうしてくる？嘘だよ、自分で払うよ。いいよ。エビフレオのセット。じゃ、まだあれじゃない？まだ、そうだよ、モーニングセットの時間だもん。まだだよね、多分ね、うん、タバコちょうだい、ちょうど。もうないのよ、これ売ってなくて、このタバコ。ていうか、今日メンテ、ツイキャスメンテじゃん、10時にある。10時かな、うん。奈々ちゃん、ここにさ、ライターあるんだけど、さっきからこれ使う。いや、あげるよ、あげる、うん。じゃ、これは私のだから、鼻毛の。あ、そうなの？うん。いや、もいや、あるもんから食べなさいじゃないの。ほんとそうだよね、無駄遣いね。あるもんから食べなさい。無駄じゃないもんだって。だって、無駄なものいっぱいあったわよ。パスタでもあるじゃない、パスタ。えペペロンチーノ。あれは非常食だと。でも絶対作んないから。ほんとに何もない時に食べるやつ。ペペロンチーノね。出前、無駄遣いやめようよ。ん？冷蔵庫パンパンにあるだな。コーンもあって、俺冷凍のコーン。ずっと画面ついてるのに、これなんで消えないの？冷凍のコーンもあったよ。何が？だ、コーン、トウモロコシ炒めてさ。俺もめっちゃこぼれてんだけど、これも。ゼロワンだよ。モンスター。ああ、飲もう。これは何？洋服？もう今度何する？何のちょんだよね。私、ゼロワンくんの洋服じゃん。そうなの？汚い。さ。でしょ、だからさ、洗濯しないよ。嫌だよ。違う、奈々ちゃんのものを自分で。あ、イカ臭いんだけど。今、洗濯物さ、回しときなよ。いいよ、回さなくて。今日いい天気なんだから干しなさいよね、みんな。いい天気なんだから、ほら。いいよ、ほら、日差しが。洗濯機回し、じゃあ、私が回す、2回ではね。いや、いいよ、とりあえず落ち着こうよ。こんないっぱいあるんだから。じゃあ、日曜日でいいや、日曜日。ああ、日曜日は、そうね、そうだね。確かいい天気だけどね。まあいいよね、疲れてるから、奈々ちゃん。今日は熱が良いだから。あやこやってって、ほら、みんな言ってる、ほら、あやこやんなくていいよ。
洗濯溜まってんだから、バスタオルも2枚しかないんでしょ。何あるよ、バスタオルも洗ってんじゃん。あ、ほんとだ。あ、増えた、バスタオルが。みんなバスタオルくれたんだよ。2枚しかないわけないじゃん。ちょっとさ、このなんちゃピンクのやつちゃんとパンパンパンって飲まさないと変な風に乾いて。大丈夫だよ、結局濡れんだかな。まあそうだけどさ、大丈夫ですよ、タオルなんて。本当さ、うるさいババアみたいな小獣人みたいだよね。自分で言うのもなんだけど、自分家やんね、自分家やるよ、自分家。4月、自分家すごいじゃん。4月になったらでも人ん家はできんだよね、多分ね。あ、私違うの、物が多いだけ。奈々ちゃんもそうだよ。あ、わかる。だからさ、言われたか、捨てなきゃダメなんだよ、やっぱ物ね。そう、断捨離。だから来てもらった人が欲しいっていうのをあげてたの、リスナーに。うん、前回リスナーのさ、主婦の人に。まあ、愛子ちゃんもお母さんだもんね。娘いるんだもんね。うん。え、いるって言ってたっけ。うん。子供いるんだよね。うん、孫はまだいないけど、今年25。25歳のお母さんだもんね。うん。一緒には住んでないけどね。会ってないの、全然。一人暮らし、うん、会ってるよ。え、なんでそんな口いっぺんにプルプルなの。ね、わかんない。化粧してないよね。うん。ねえ、し、あの、あれしてる？リリー。何？リリー。あー、おばちゃんでしょ？うん、あの整形ママ。うん。鼻プソテーゼ、この間唇ヒアロンさん、口角で、で、足送信。リリーさんでしょ？うん、リリー。リリー整形ママ。綺麗だよね、あの人の。だって金かけてるじゃん。いくつなの、あの人？ 46。46なの？って思うでしょ？うん。だけど、私の囲いさんが、囲いさんに免許証見しまったら、本当に46だって。すごい。もっとババアに見えるけどね、鈴木園子みたいな。いや、そんなにババアには見えない。46でもびっくりだよ、美魔女やん。美魔女だって金かけてるもん。40前半に見えるよね。R って知ってる？ R3 でしょ、やっちょこの、うん。何歳か知ってる？あの人は50代ぐらいじゃないの？42だって、嘘だよ、みんなで絶対嘘だっつって。あの人もう整形？整形だらけ。うん。おっぱいの周りにタリマンの時にすごいなんか クリームつけてさ、キラキラしてんの、うん、だからしょっちゅうバンになってさ、タリマ見せるから。そうなん、タリマとかおっぱいでかい割にさ、スタイルいいんだわ。あんまり配信見たことない。足細いし、だってあいつの配信つまんないもん。車載配信ばっかりし。そうか、あいこちゃんナチュラルで綺麗ね。ありがとう、すっぴんだし。すっぴんだしね。触って、奈々ちゃん。どこ？プリプリだ。あ、本当だ。プリプリだ。もうみんなに触ってって。シミがすごいけどね。顔洗ってないからね。シミは多いけどプルプルだもん。でも洗顔したら綺麗になるよ。じゃあ貸して、後で洗顔。いや、いいよ。奈々ちゃんの洗顔。家で洗顔してよ。合う合わないあるじゃん。だから、私合わないことないよ。クリニックってあんまり。クリニック使ってんの？前使ってたの、若い時。うん。ただね、新発売のが出たとかってね、うん、アンモニアがちょっと強いやつってね、しつこく宣伝するから、うん、それ使ったの、うん、買ったのね、ナチュラルの買いに行ったのに、新しいのが出たとか言ってね、うん、あのそのナチュラルのクリニックって黄色、なんていうの、薄い。何ナチュラルって薄い黄色しかなかったの。肌診断してもらったの。だから違う、それしか洗顔なかったの、昔30年前。それがちょっとオレンジの、ちょっとこれにもさ、お水入れて。あ、それね。うん。そしたらね、ちょっとね。タイヤどこ行ったんだろう。なんでないの？あったんだよね。毎日さ、使ってんのに。私、普通のタバコは吸わないんだ。あ、そっか。どっかにあんだけどね。で、そのね、オレンジのアンモニアの使ったの。うん。さ、ね、しつこいから。それも持ってるわよ、お揃いで、奈々ちゃん。コロコロ。これ？うん。あれだろ、ないね。ないね。そこはないね。ないね。そのオレンジの、ね、クリニック使ったら、うん、もうジンマシンが出ちゃって。なんで？合わなかったのかな？で、私キャバ嬢やってたから、うん、ちょうど渋谷のキャバで、渋谷のセーブ買ったから、もう乗り込んで、ね、クレーム入れたの。入れたらこんななったよって言って。だからちゃんとそれさ、ほらレシートにさ、名前書いて。クリニックで荒れるんだね。名前書いてのあるじゃん、うん、で、そいつ呼べって言ったら、ちょうど休みだったの、そいつが、うん、これ見て、これしつこくさ、私はね、
いつもね、使ってる定番の買ってたのに、うん、新発売だってね、しつこく言うから買ったらこんななったらどうしてくれんだよ仕事になんないじゃんかっっ、まあ確かにそうだはんね、で、すいませんとか、すいませんじゃねえだろって ここの西部の責任者呼べっつって、うん、私言ってたら出てきたの出てきたよ、申し訳ません、ここの治療費出せっつって、こんなじんましん、赤いブツブツキャバ嬢なんだよ、どうすんだよ、今日店どうすんだよつって、まだあれだね、クリニックが始動し始めたぐらい、そう、30年前でちょうど二十歳の時だよ、うん、ね、うん、あれ枕、あ、びっくりした、うん、マジ、もうアンモニア強いから、もともとだから皆さんクリニック気をつけた方がいいよ、本当にこの、何でも合うね、私でさえもだって最初に診断するじゃん、なんかそう肌診断みたいな、それでずっと使ってたから、そのナチュラルの買ってたのに、うん、新発売のオレンジのちょっとアンモニアが強いんですけどって言うから、いやアンモニアに強いんだったらね、嫌だっつって言ったの、うん、そのね、そのね、もうずっとね、アンモニアじゃなくてアルコールじゃなくてアンモニアって言われた、アンモニアが入ってんの、うん、あんまり聞かないね、アンモニアってね、アルコールかな、わかんないけど30年前だから覚えてないけど、アルコールじゃないかな、アンモニアってアンモニア最初だったよ、あーアルコール覚えてないんだけど、まあ、うん、クリニックで検索、あんまりアンモニア効かないよね化粧品、これって余計良くないらしいよ、うん、あやるとでしょ、うん、だからナナちゃん違う、下げちゃダメなの、上げるだけ、知ってるよ知ってる、でも私はこうやるのが好きな、うん、たまーにしかやんないしね、なんかさ応援歌みたいじゃない、何がこのミュージック、あ、BGM ね、なんか甲子園、なんか甲子園の入場曲みたいな、これね、うん、ちょっと変えよう、これでいいかね、うん、軍隊だよね、ほんとね、ほんと、ランダムであれだからね、ゼロワンくんどうすんだろう、こいつ貸してっていいのかな、こいつ10時間寝なきゃダメだから、ほんとに、ほんと起きないから、そんなに寝るの？そう、そんなに寝る、ガキだから、すごいね、ガキっつってももう33だからね、今年34だけどね、7月で34、うん、なのにふわっちでは12月とか言ってバカでしょ、入ってんの12月で登録してんの、だからなんでなんかわかんない、だから自分の生年月日がバレたくないために、うん、それで7月の頭なんだわ、5日かなんか6日ぐらいなの、うん、よし運営にね、6月の末ぐらいに言って、誕生日間違えてもね、ちょっと誕生日バレるのが嫌だったからって言ってね元のね、免許証でもちゃんと送りますから、うん、だから誕生日返しませんかって言ったらもうね遅いですって言われてそうバカでしょこいつ、だから12月にさ、まあどうでもいいけどね、誕生日アイテムもらえないの、へえ、だから知らない、その事情を知らない人は12月にケーキとか投げてくるけど、みんな知ってるからみんな投げない、うん、あ、そうなんだ、バカでしょこいつ、もったいないね、でもそういう人結構いる、いるんだ、こんなにねふわっち続けるつもりじゃなかったら適当な誕生日を書いたとか、好きなアーティストの誕生日とか、バカだよね、ピーナッツ食べる、だから食べな食べな、またピーで、だから歯がこっち痛いから、更年期障害にいいよ、歯が痛いからいい、うん、でもこれねビール飲むにはね、うん、美味しいよね、あ、これ いっぱい入ってんだね、うん、食べよ、ビールに、ピーナッツはいいんだってホルモン、うん、これさ、 このビールはさ小峠、そうそう小峠よ、そうだよね、この間でもあいとこも飲んでたかな、あとは飲まないか、いい、ね、飲んでくれた方がいいんだけど、おいしいわ、うん、冷え冷えでしょ、冷え冷え、もう一回あるの、うん、スーパー知ってる、スーパードライ一番おいしい、でも朝から飲むんだね、お酒ね、今日は気分がいいから全然飲んでないし、昨日奈々ちゃん家にさ入れるってことだし、朝だしお掃除できて、ずっと来たかったんでしょ、こんなに違う、だからお泊まりできたのがうち嬉しい、嬉しかった、でも1時間しか寝てないでしょ、でもいいじゃん、こうやって一緒に配信できるんだからずっと6000人だいたし、ね、6700人、怖いわ、なんか怖いわでもほらみんなさ、もうさ私のことさディスらなくなってきてるじゃん、ね、なんかでしょみんな、やっと落ち着いてた、ほらお掃除したから、大掃除したから、うん、みんな意外とね、まともなんでね、うん、私の方がね、まともでね、うん、でもね、私が知ってるリスナーさんのコメント全然ない、ああ、彼女知ってる神宮寺まなみちゃん、
いろんな枠にさ、いるよ。私が名前つけたんだよ。あ、神宮寺まなみちゃん、あ、まなみって、うん、神宮寺まなみちゃんもさ、古いよね、リスナー。古いね。私がリスナーの時からいるよ。ピョンちゃんとかもね。ね、神宮寺まなみちゃん。まなみちゃん、絶対さ、本人の顔だよね。え、選択して帰ってだって。あと誰か知ってる人いる？あとね、なんか全然いない。え、ゆりちゃんのさ、定期今日ないような、あった？ないね、そうやね。今日何してんのかな、ゆりちゃん。お仕事じゃない普通に。え、働いてんの？働いてるよ。だってさ、朝必ずいるじゃん。朝はね。でしょ。あー、あ、殺してる、ヨハネ様。あ、ヨハネちゃんあった？あの男性でしょ、あのガッチリした。そうそうそう。カラオケでさ、ドレミ、うん、いたじゃん。ベンジョ太郎みたいな感じの人じゃん。何？ゆい、ゆい売名かよ、ゼロワン怠け者だから、ね、ゆいちゃん来た。ゆいまた売名かよ。ゆいちゃんもいた。あ、あ、いた、ゆりちゃん、どうも。あ、ツイッターフォローありがとうね。いや、なんかお腹空いてきちゃった、マック食べようかな、まで。うん、じゃあ、あ、あ、この人、あーってちょっとね、古いよね。あ、古い、古い。ね、ね、ね、ななちゃんの、あーって。私の顔ね。そうそうそう、あーって顔でね。知ってる、知ってる。古い人がみんなコメントしてくれたら、みんな潜ってたんだね。ね、6000人、6700人。あと知ってる人来ないかな。あー、あー、リンゴ、私のリスナー。リンゴちゃんね。うん、リンゴ。いるね。うん。あと誰かな、知ってる人。古い人。てんてんとか？あ、てんてんじゃないか。ん？ゼロワン？いいんだよ、寝かしとけば。なんか、喉が痛い。あとさ、奈々ちゃんの顔、あ、あ、この人もシドウィーってすごいね。ファンチだね。シドウィーちゃんね。ね。ファンチだよね。ファンチじゃないよ。男だよ、絶対これ。いやー、女の人でしょ。シドウィー。結構あの、ズバッと書くね。そう、ズバッと書くよね。ファンチなんだよ。うん、ズバッと言う。うん、あ、ヒカルちゃんとか知ってる？ニューハーフ。知らない、知らない。昔からいる？ヒカルちゃんも。マックは10時過ぎないと通常の。あと1分しかなぁ。タバコ買ってきてほしいなぁ。送っていいよ、これ。あ、そうだ、ちょっと。あげる。4ミリで。うん。さ、近くにさ、セブンあるよね。うん。じゃあ買いに行くわ。後で。帰るときに買えばいいんじゃない？いや、あ、でも1分しかないもん。俺は相当さ、それ起きないから。え、マサヤン来たって。マサヤンだし。え、マサヤン本当？でもあこちゃんもう長いね、4年。4年だって、私6月でふわっち3年目だから。あ、もうそうだっけ。もうさ、4年5年だよ、深夜って。あ、5年だね。うんね。結構ちょこちょこ店にも来てたもんね。うん、結構来てたよ。のママと会った？また聞く、会ったって言ったじゃない。会った？会ったよ。そこら辺覚えてないよ。え、まなみちゃん、あのさ、送るときにママって言ったら、はい、こっちゃん配信見てるわよって潜ってんだよ。ママ見てるからね、何言えんの。うん、今日さあー、濡れちゃったよ、やだ、これ乾かす。いいじゃん、乾かす。もう捨てちゃえばいい。やだ、これしかないかな。出ちゃいな。やだね、そうだよね、まなみちゃんね、神宮寺まなみちゃんもね、うん、会った言ってたね。もうママに会ったって5回ぐらい言ってるんだけど、今日。そうだっけ。今日さ、奈々ちゃんの顔の人、サムネの人いないね。いるよ。今日全然少ないよ、いつも奈々ちゃんの顔。出てくるよ、出てくる。出てきて、奈々ちゃんのサムネにしてる人ぶわーっているよ、多分。まあ、潜ってるのは潜ってるよ。知ってる人いないな。あ、いっぱい出てきた、ほら。ほら。いっぱい。でも、私も知ってる人いないな。どこ？いない。ありがとうございます。ザックザクザックザクザックザクドンプリー。笑顔が怖っ。お茶バックドンプリー。笑顔がなんかホラー映画に出てきそうだよね。あーちゃん。皆さん、お茶バックタイムですよ。違う、さ、無料アイテム投げちゃって、投げちゃって、投げちゃって、無料のアイテム投げちゃって、投げちゃって、お茶やコイン、みんな投げて、ね、ポイント上げて、はい、無料のアイテム投げて、お茶バック、ほら、投げて投げて、無料のポイント上げて、奈々ちゃん、うん、
お茶爆ナイス。全然止まんない。あんた来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 た、みんな来た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 。コインもちょうだいね、コイン。すごいね、コインね。ね、お茶爆とコイン。コインゲーじゃないよ、コイン。どんだけゲーゲーしてるの。だってさ、全部さ使い切った方が翌日さポイントがさ増えるんだから。あ、確かにね。そうでしょ、使った方がいいんだよ、みんな。うん、で、奈々ちゃんのさポイントを上げて。100来たね、匿名さんから。せーの、ザクザク、ザクザク、トンプリー、ザクザク、ザクザク、ザクザク、お茶箱100、ザクザク。今ね、自由な時間にね、投げられるようになったね。そうだね。ね、よかった、その方がいい、ほら、すごいよ。あ、でも月末までだよ、イベント。あ、そうなんだ、イベント無料のアイテム投げちゃって、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 無料のアイテム投げちゃって、投げちゃって、できればコインが欲しい、コインを貯めといて、コイン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 が欲しい、キュウリ3個、コイン。いいじゃん、コイン、できればコイン、コインちょうだい、コイン。コインがなかったらお茶箱とか普通の。いや、コインいらないでしょ。コインいるじゃん、配信で。だからとりあえずコインメインにして、足りなくなったら、ほらさ、普通のさ、お茶中。いいよ、お茶で。いいんだよ、お茶箱でも。コインいらないよ。コイン。配信しないよ、そんな。やるじゃん、家で。あ、107コイン貯まったよ、ポイント。そんな使えないもんだって。107個も。すぐなくなるよ、4時間やるんだから。4時間で、ね、だって。あー、来たよ、お茶箱、ザクザク。ザクザク。ザクザク。すごいな、ごちゃんね、うん、700円ん入ったね、700円ね。700円だもん。そうだよ、知らないの。100だから。そう、1000円でしょ、うん、だから700円だってよ。お茶箱500が300円だって。あいこちゃん、ずっと喋ってんだね。発信者だもん。すごいね、発信者だもん。起きてからずっと喋ってんの。うん、うん、1時間して寝てないの。そう、寝てないのに。こんなに楽しいの、今日。今日楽しい、だから嬉しい。嬉しい、嬉しい、恥ずかしい。チューするの、このまた。またチューしよう。楽しい。きついって。だって奈々ちゃんの方からチューしようって言ってたの。私キスマなんだ、意外とね。知ってる、これはさ、録画残してた、ね、キスマ。ナナちゃんの頭でさ、ゼロワンのさ、寝顔をさ、ちょっと待って。おちんちん触っちゃったしね、二人でね。ちょっと待ってさ、おちんちん隠してるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、ナナちゃん。何、どういうこと？さ、端っこにこうやってさ、ちょっと、こっち見て。ゼロワンの寝顔。こんな感じ、こんな感じ。寝顔も何もないの、上向いちゃってるからね。でも、いびき今日うるさくないね。ね、うるさくない。結構、健やかに見てんね。うん、うん、今日静かだよ。私といる時も全然静かだったよ、いびき。前結構うるさかったんだけどね。ゼロワンハーフの時は半端なかった、自分家だから。あの時やばかったよね、うん、今日静かだよ。静か静か。ゴミは何しに来たの？安らかに眠った。いつも怪獣みたいなのね、ここ怪獣そう、ゴーゴー。あ、おはよう、バラ。あ、ハート、ありがとう。やばい、二日酔いだ、マジ。どうしよう。チンコ押さえてるわ。うん、6000。いや、もうあと11人で7000人だよ。うん、アイテムちょうだいね。ね、ポイントね。奈々ちゃんのこと大好きな人、みんなアイテム、はい。無料のアイテム投げちゃって、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 無料のアイテム投げちゃって、投げちゃって。お茶箱が欲しいらしいよ、奈々ちゃん。もうだってコインすごい溜まってるから、お茶爆、うん、無料のアイテム投げちゃって、投げちゃって、投げちゃって、無料のアイテム投げちゃって、投げちゃって、投げちゃって、投げちゃって。その古臭いコールやめてください。だってさ、しょうがないじゃん、古い人間な、昭和の人間なんだ。しょうがないじゃん、古いコールやめて。もう投げた？うん。また明日投げてね、奈々ちゃんにね。今日、奈々ちゃんの顔のリスナーさん少ないなぁ、マジで。あいこ01、起こしなさい。いや、寝かしとけばいいんだよ、まだ。こいつ10時間寝なきゃダメだから。うん。
あ、右下ナイス、ありがとうございます。71ナイス、ありがとうございます。10、あさって誕生日なんで今週もうトップ10に入りたいんで、ナイス、お願いします。皆さんすいません、ツイキャスの皆さん、もしよろしければふわっち登録してあれば私のことをナイス、お茶、お茶バク、ザクザク、誕生日なの、ザクザク、え、誕生日なの、金曜日ね、あさって、あさって、うん、嘘でしょ、お茶バク飛んだ、ザクザク、なんかね、甘木風、現金でいい、うん、あ、現金がいいマジで嬉しい、昨日嬉しいよね、嬉しい、うん、甘木風だとなんか散々もらっちゃってるからね、やったことないもんね、あこちゃんね。でもさ、去年さ、甘木風あの LINE でくれた、これでなんか見せないね、うん、ありがとう、好きなもの、うん、ありがとうございます。毎年やってくれるもんね、あこちゃんね、うん、で、私今年、あ、違うわ、去年の10月、11月のお誕生日、うん、11月6日じゃない、うん、お誕生日ね、大したもんじゃないけど、なんかくれたもんね、未使用だから全部、うん、自分で買う、自分で使おうと思ったし、すごい素敵なものばっかり、お店に置いてきちゃったもんね、うん、明日開封枠やって、うん、中にちょっと素敵なものも、いくつになるの、50 聞かないの、知ってるくせに知っててまだできる、うん、すごいよね、パワフルな50代で元気、でもみんな言うじゃない、バブルの経験してる人は元気、うん、元気元気、テレビでやってるじゃん、あ、わら、まなみちゃんパワーがすごいよね、うん、あ、みんな元気だよ、バブルの人、バブル経験してる人、ちょこ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 動いてるしね、あこちゃんね、うん、あちこちあちこち行って、うん、やっぱりね、私の家雑1ヶ月ぐらいほら入院して退院してから1ヶ月、うん、ね、アイテム飛ぶのに閲覧が60とか80で、うん、どうしたの、かそったのって言われたの、うん、だからね、外配信やってよって言われて、うん、キャスバー行ったの、うん、だからやっと200、300戻ってきたんだ、戻ってきた、家雑で急にいなくなっちゃうからね、でももういなくなんないから、いや、わかんない、体調気をつけないと、いや、うん、だから、タバコ引き換えて、お酒もね、お酒はね、書いてなかった、ダメって、うん、タバコが原因みたい、ババアだよ、でも50に見えないでしょ、宮前区にコロナが出たって、あ、そう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 、昨日、昨日言ってた、マジ、昨日、そう、みやびで言ってたよ、どこどこ、違うよ、奈々ちゃんから聞いたんだよ、え、私が言ったっけ、うん、私に言った、愛子ちゃん、宮前区にコロナ出てたんで、昨日カラオケボックスで、そうらしい、うん、まあ宮前区も広いからね、昨日奈々ちゃん言ってたよって、ほら私が言ってた、そうだよ、ほら、みんな言ってるじゃん、ほら、なんか覚えて、あゆこ意外と顔小さいね、なんて小さいよ、奈々ちゃん覚えてない、奈々ちゃんと一緒に、あー、お茶バク100、ザクザク、ちょっとごめんね、ザクザク、ま、ちょっとね、カメラの充電して、充電器を入れたんで、ごめんなさいね、え、それ本当なの、だって奈々ちゃんから言ってきたんじゃん、昨日、私どこで聞いたんだろう、じゃあ知らないよ、お客さんじゃないの、そうだっけ、分かんない、全然覚えてないよ、今充電変えた、あ、風船ナイス、あ、ポポポおはよう、風船ナイス、トミー、ねえ、じゃあ私たちも危なくない、たださ、宮前区も広いじゃない、でもだって、ね、愛子ちゃんのとこも近いじゃん、いや近くない、遠いよ、ちょっと宮前区は、いやいやいや、車だと近いけど歩いた、お隣じゃん、だってだって私宮城から前さ歩いて帰ったじゃん、軍曹の時にさ、うさぎのコスプレして、うん、1時間かかったもん、1時間、まあこっからはかかるよね、違う宮城から うちまで歩いて、チャリンコで15分なのに遠回りしたんじゃない、違うよ、知ってくるかだよ、まっすぐ行って、うん、あんな簡単な道、30分ぐらいじゃない、ここからだった、まあゆっくりごめんね、配信回しながらだったからごめんね、ゲップしちゃった、はやこちゃん顔が怖い、話してる時の顔がめっちゃ怖い、水商売系は危ないよね、あ、危ないね、宮前子出たらね、徒歩1時間なら3キロ以内ね、志村けんさんってコロナで入院って知ってた、知ってた、そうそうそう、志村けんね、コロナで入院、なんかそれも昨日言ってたよね、昨日奈々ちゃん言ってた、多分配信で聞く情報だよね、多分ね、まあケビン・コスナー、ね、夫婦も感染したしね、うんうん、そうだよ、いやだ、あやこちゃんかかっちゃったらやばいんじゃないの、体重測ってって、奈々ちゃんだって、奈々ちゃん体重測ってだって、体重本当に86、
私ね、キャス、その疑い。キャスは一日店長の時に、奈々ちゃん妊娠してるみたい、そうでしょ、ついに愛子ちゃん大台100キロ超えちゃったわって言ったから、本当に信じちゃった。行くわけないでしょ。88だって。88も。200ってね、なかなか行かないのよ。エミゾだって95キロ、ね、そんな行っちゃったの。そう、体重計測った95。いつ？でも顔はさ、シュッとしてるからさ、1ヶ月ぐらい前。マジ？でも俺は夏は痩せるんだよっつって、前さ、七夕デートやったじゃない、うん、あの時多分80キロくらいだと思うよ。結構あれ変動激しいもんね、エビゾーさんもね、うん、そう、うん、結構エビゾー夏は、そう、夏はすごい痩せるけど冬はすごい太るって言ってた、うん、でも顔がシュッとしてるから、そう、腹半端なかったもん、うん、女装した時とか。あとさ、デート面白かったよね。ありがとう。あとさ、お寿司100個食べるまで帰る。こんなことやってんの。そう、海老蔵ね、ふわっちで。そんで100個大変だよ、ね、ありがとう。500個キリンナイス、特命さん、ちょっと確認します。500個あー、ちょっと違う、500点あ、ありがとう、特命さん、同じ人かな。あ、いつもありがとうね、ありがとう。あ、16位になった、やった、ナイス、ドンチキー。エビゾーね、75、6身長、うん、結構高いね。あ、違うわ、じゃあ77、8か、結構高い。もっとあるんだよね、180ある、80ないって言ってたよ、確か。78ぐらいじゃないかな。でもスラーっとしてる印象ね、お腹がここでね。でも絶対潜ってるよね、エビゾーね。潜ってないでしょ。直樹兄さんとかさ、コメントしょっちゅうさせてんのに今日来ないね、コメントね、直樹兄さんね。なんで兄さんの仲悪いの。うん、会ったことない。もう会ったことない。かっこいいよね、直樹さん、声がいい。奈々ちゃんのところにいつもさ、おはようございますとか必ずコメントいるね、いるね、いるじゃん。だから絶対潜ってる。直樹兄さん、コメントちょうだい。いないっしょ。顔、仕事中じゃない。ああ、もう配信で稼げないから。いやいや、もともとほら普通の仕事してんじゃん。それは知らないけどさ、なんかさ、ヨギママもいないね、昨日。どうなったか。だって昨日喧嘩したじゃん。何喧嘩した。もう知らないわよって、余計な、私は奈々ちゃんのこと心配してたのに。あ、なんか一回あいこちゃんもういいわよガチャン、揉めてるからね私たち、ね、もういいわよガチャンって来たよ。その後に電話しても電話出ないわ、ヨギちゃんにつって。ヨギちゃん電話怒ってるわつって。なんて言った私ヨギちゃんに。知らない、わかんない。どなったん。どなってた。どなったってか、ちょちょ、ヨギちゃんは心配はね、あれがわかるんだけど大丈夫だから、あいこちゃんそういう炎上しないからつって。うん、したら、私はただ心配してるだけなの、なんちゃんのことぜーとか言って。それブチって切れちゃったの。うん、ブチって切ったよ。だから焼きもちじゃないの。心配してたんだ。だから焼きもちよ、きっとつって。一回あれだもんね。花火どっちき、ありがとう、イエーイ。一回あったもんね、夜ね、揉めたこと3人でね。うん、うん、あ、おはよう。あ、この子な、名前言わないでね。うん、奈々ちゃんの星三つだって。星三つリスナー、この方にずいぶんごちそうになってるの。そうなんだ。うん、そう、同い年なんだけど、カラオケが上手で、あの、なんかね、カラオケグランプリの優勝をしたぐらいなの。すごいね、超可愛くて、ね、この間ね、あのさ、女の人なの。うん、女性のさ、あのさ、ふっくんいるじゃん、うん、ふっくんのさ、あの、元嫁のさ、土屋香織さんっているんだけど、その人のお芝居ね、あるんだけど一緒に行かないって言われて行ったので、それでその代わりにね、フレンチごちそうになって。あらま、惜しかった。惜しかった。一番高い9000円のコースよ。あらららら。 それとシャンパン好きだから、彼女シャンパン頼んで飲んで、で、それから、あいこ次どうするって言った時に、うん、ね、右乳のところに行きたいって言ってバー、うん、渋谷の、うん、それでさ、2時まで行って、そしたらマサヤンもさ、いたのよ。うん、そしたらマサヤンにね、だから彼女さ、シャンパン好きだから萌え飲みたいとか言ったら、うん、右乳でびっくりしちゃって、ほら、右乳バーでシャンパン頼む人なんていないんだって、今まで。あ、そうなんだ、うん、ワンドリンクだよ。あそこみんなさ、飲み放ばっかだから、いいですかって言って、マジタイプ だから何歳に見えるとか言ったら35とか言って言ってたの。だからさ、たださ、同い年だよって、ね、かわいいかわいいっつって、もう LINE 交換してくれとか、もう付き合いたい、マジやらしてるとか言って、すっごいしつこくて。それでね、萌えだから、せっかくさ、マサヤのね、ハチコで配信してたから、うん、マサヤ飲むって楽しいね、もう飲むって言ったら、ああ、俺、シャンパン嫌いだからって言われて、うん、はぁーって思ってカットしたんだけど、うん、それで、じゃあ3人で飲もうって言って、3人で全部飲んだの、うん、で全部飲み終わった頃、マサヤ勝手に来て、もうラッパ飲みしてんの、もうないからって言ったら
もうここのか、もうぶち切れて、まさやん、ラッパ飲みダメでしょって。確かにね。で、彼女も怒っちゃって。怒るよ、そうね。うん。で、そのことも、この間まさやんに言ったら、うん、自分そのことしましたって言ったら、ってたんでしょ、相当私のリスナー怒ってたからね。マジ囲いなんだから勘弁してよって言って。それで4人でキャスバー行ったの。あ、そうなの、ね、そう。仲直りしたのね、じゃあ。うん。いや、喧嘩はしてない、別に。まさやんとみぎちちゃん最近仲良しだよね。そう。うん。ずっと一緒いるよね。一緒にいる。まあ、まさやん町田だからね、いつでも新宿来れるから。で、ほら、金持ってるからさ。こじきだよ。私、一日店長の時に、もう一杯飲みたいな。花火、一発で飲みたいな、飲みたいな、ずっとこじってんの。あの、何それ、どういうこと？キャスバーで。花火が上がったら一杯飲むの？うん。ずっとこじってんの。もう一杯飲みたいから、誰か、花火くれやーとか言って。ケチくさくなー。いやらしい。いや、上手だよ、それは。で、こじきじゃん。で、誰も投げないもん。投げないんだ。投げないよ、そんな風に言ったら投げないで、誰だって。それはいいんじゃないの、別に。まあ、それ自由。あ、よかった、これ飲もうとしちゃったよ、こっち。灰皿、やだー。そっちだよ。あ、それいけ、あたおかしこ太郎さんって人、ななちゃんの画像使ってますって。これ。あ、ありがとう。私のことをフォローしてくれてるんだ。あやこちゃんと面白いね。私台本ないからね。結構さ、みやびに来るお客さんとかさ、リスナーさんね、うんうん、あやこちゃん隠れファンが多い。あー、なんかそうみたいな。昔は嫌いだったけど、そうそう、それすごい言われる。潜ってじっと見てるとなんかハマっちゃってみたいな、うん、嫌いだけどなんかね、見ちゃうんだよねとかコメントある、うん、あと、だけだったけど今は大好きですって格好さんが結構、うん、花火投げてくれる。多いんだよね、結構、うん、前はダキラだって、だから前はやっぱりね、ほら、なんていうの、最初嫌いから入るんだよね。悪いことばっかりやってたから。何悪いこと？もう言わないの。もうしてないの、悪いこと。してない。やんない方がいいよ、もったいないから。当たり前じゃしないよ、もう。ねえ、損しちゃう。だってこの間のさ、ムチン見たでしょ、エビゾーの。見てない。いちご狩りの、見たって言ってたじゃん。ああ、行くとこまでは見た。あ、電車で。うん。でね、タクシーでね、乗った時にね、無賃なのあれ。違う、だって早く帰れってさ、ドア開けてきたんだもん。うん、だってその運転手、うん、猛スピードで急ブレーキかけてきたんだよ、わざと、ちょっとなんだよって。自分もこんななっちゃって危ないね。でしょ、危ないでしょ、なんだよって言ったら謝んないの、うん、謝れよお前、なんだよ、殺す気かよって言って、うん、でも黙ってんの。私も、あ、もうじゃあもう会社に出会わせてクビにするからなって言ったら、すいませんでしたね。あなた60代か70代でしょ、いい年超えてんだから、お客さんに失礼だよ、ほんと、私が訴えたらあんたクビだからねって言ったら、申し訳ございませんでした言って、そしたら金取れないでしょ。だってドアが元から金払う気なかったでしょ。だってさ、行き場所言う前からもうさ、メーター出しちゃってるから、ちょっと待ってよって。結構そういうエピソード多いよね。ちょっと待ってよ、行く先言ってからメーターつけるでしょって言って、もう走っちゃってんねん。あっちから家お金いらないよって言ったもん。だってもうドア開けるから帰ってくれってことじゃない。で、危ないじゃない、急ブレーキでブワーって言って。あれさツイッターにさ、みんなね、最初はあやこまたやったのかって思ったけど、うん、ツイッターで動画流れてたら、あれは悪いね、運転手はねってみんな言ってくれてる。まさやも、うん、のクレーマーだよね、あこちゃんの。そしたらタクシー会社にね、訴えるとか言ってんの、うん、まあ、それは言ってもいいけどね。でもさ、じゃあ、ね、あ、ね、私 100% 悪くないとは言わないよ、うん、でもさ、なんていうの、行き先言ってから普通さ、メーターつけるじゃない、言ってないのにさ、つけるし、急ブレーキかけて、私こんななって危なかったし、うん、うん、まあいいんじゃない、そこは、ね、うん、だから訴えられないよ。最初から払う気なくて乗るのはちょっと違うよ。だって行き場所言ってないのにメーターつければ何つけるのよって言って、おかしいでしょ、言ってないのにって言って、うん、うん、暑いね、なんかね、暑いね、これ日差しがすごい。私脱ごうかな、半袖だから。すごいね、めっちゃ天気いいとこうなんね、ほら、うん、夏みたいでしょ。だから洗濯物今やればさ、すごいうち日焼け。じゃあ干してあげるから洗濯しなさい。いいよもう、とりあえず座ってて。もうあやこちゃん、おっぱい見えるっちゅうの。見えないよ、気をつけて。暑いからななちゃんがまともに見える。確かに暑いわ。あ、いいじゃん、これ買うでしょ、ユニクロとなんかの紐のみたいだね、なんかのコラボ。5、6年前に買って初めて来た。うわ、ゲップごめんね。
熱い。ババア油みたいのが見えてる。横から。ピンクだけど。じゃあ、ここに横横。ババア油どういうこと？線が見えちゃってる、横。見えてないの？大丈夫？でも意外とおしゃれだよね、あこちゃんね。意外とじゃなくておしゃれだから。着こなしちゃうよね。うん。もうあれじゃね、メンテナンス入っちゃうんだよな、これ。ああ、2分前だね。2分前？うん。とりあえず私はこれで終わりしようかな。終わりにする？あいこちゃん、別に。じゃあ選択しな。なんかいい、その。回しないよ、私が回すかな。じゃあ今日はしないの、まだ少ないから。こんだけあんだから。じゃあそれはそれ、今必要なもの、洗わない。じゃあ日曜日やるんでしょ？まあ、絶対やんなさい、日曜日。土曜日かな。あ、土曜日やんなさい、絶対、うん、やるこれでさ、でも着ないのはもうさ、とりあえずさ、着てない洋服を着なさいね。違うな、今花粉症だから私外に干せないの。だから違う、だから そこに干せばいいんだ。んなだって生乾きになっちゃう、いっぱい干したの。ちょっとずつやる、ちょっと。花粉症なの？花粉症だよ。全然くしゃみしなかったじゃん。しないじゃん。昨日はね、目が痒かった。このシュッシュってやってんの？あんまりくしゃみはないね。あ、いらっしゃい、この人、お相撲さん。あ、おはよう、愛子さんは悪くない。愛子さんは若いし、優しいし。ありがとう、愛子さんは悪くないし、愛子さんは若いし、優しいし。動物の森やれなかったね、結局ね。明日やれば？来週やる。来週、うん、うん。いいじゃない。ゲームはね。うん。明日はね。はい、おつじょり、1分前、みんな。おつじょりちょうだい。あとは愛子ちゃん枠で、他枠あれだけど外部だけど。外部で。頼むから部屋をきれいにしてあげて。だいぶきれいになったよ。きれいになった。うん。もう10時だよ。多分そのままバーンと。バーンってそうだよね。じゃあおつじょり。よいしょ。他枠でやってます。マック食べてる？頼む。うん。ヘルワンコも食べる。